ドミさん、こんにちは。2018担当合格講座行政法規第1回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、それではですね、今回から全14回にわたりまして行政法規の講義を行ってまいります。結構ね、長丁場になりますけど、ぜひ最後までね、どうかよろしくお願いいたします。で、まず、そうですね、最初にですね、使用する教材ですね、これをちょっと確認しておきたいと思います。で、まずよいしょ、こちらですね、この2018合格基礎テキスト行政法規ですね、これを毎回使用いたしますので、必ずですね、これをね、ご用意ください。このテキストね、今後もテキストって言ってますけどね、行ってきます、ね、このテキスト必ずご用意ください。で、あとこちらですね、2018足別行政法規の上巻で、さらには下巻ですね、これもう略して足別って呼んできますけど、これはですね、適宜使用する、ね、そういう形でやってまいりますので、毎回使うとは限りません、ね、ですから適宜ね、その都度ご用意いただければそれで OK ですからね。またこの足別使う場合もそんなに長々とね、ちょっと時間ね、使うことできませんので、1個か2個ね、ちょっと足を見る、それぐらいになろうかと思いますんでね、適宜足別の方もご用意していただければと思います、ね、とにかくこの合格基礎テキスト、これは毎回必ずご用意ください。よろしいですね。で、あとですね、そうですね、もう皆さんね、国土交通省のホームページなんかでね、この鑑定士試験のいろんな情報ですね、これはもうすでにご存知の方が多いんじゃないのかなと思いますけども、この一次の担当式試験なんですけども、このまずこの合格ラインですね、合格ライン、合格点というふうに言いましょうかね、この合格点につきましては国交省のね、ホームページとか見ていただきますとね、最近のものはね、ある程度知ることができると思います。で、2014年が200点満点の120点で、2015年が140点、7割ですね、200点満点ですからね、140点7割で、2016年が127.5点でした、ね、この何点5っていうのは、これ1問がね、実は 2.5 点なんですね。行政法規も鑑定論も1問が 2.5 点ですから、こういう波数が出ます、ね、一応今直近過去3年間のね、合格ラインを申し上げましたけど、一応ですね、イメージとしては、6割の120から、ね、言っても7割の140というふうに、ね、ちょっとそういうふうにイメージしておかれればいいかなと。今ね、ちょっと皆さんにお伝えしましたけど、年によって結構ね、上下がありますけど、大体120から140、言っても、ね、おそらく140ぐらいになろうかと思います。これなんでかって言いますとね、国土交通省のホームページをご覧いただきますとね、担当試験についてはおおむね7割を合格点とするというふうにはっきり明記してあるんですね。ですから国交省としてもね、おおむね7割って言ってる以上、7割を大きく超えてね、合格点とするっていうのは通常考えにくいです。当然いろんな批判を受けちゃいますから。ですから言ってもね、140ぐらい、そんなイメージでちょっとね、持っておかれれば十分かなと。それよりももう一つの合格率ですね、合格率、実はこれでこの合格点が決まってるんですよ。合格率の方はほぼほぼ毎年一定してるんですね。だいたい 30% くらいです。だいたい 30% くらいですね。これもちょっと読み上げておきますと、2014年が 30.2 で、2015年が 30.6%、 そして去年ですね、2016年が 32.6% ってことで、ほぼほぼこの合格率はだいたい 30% ぐらいで一定してます。ですから当然ながらね、問題が優しければね、ガッと合格点が上がる、逆に問題が難しければね、合格点が下がる、そういうことなんですよ。ですからあんまり合格点が何点ってそんなにね、心配するよりも、とにかくね、3人に1人は受かるんだな、だいたい毎年合格率は 30% くらいで一定してんだな、ね、こちらの方をしっかりとね、イメージしておかれればもうそれで十分です。あんまり細かい数字気にしても仕方ありませんからね。で、3人に1人って聞くとね、特に皆さんの中でね、
例えばそうですね、まあ、私、まあ、宅建も教えてますけど、皆さんの中でもね、宅建受けたよって方いらっしゃるかと思うんですけど、宅建だと大体合格率が毎年 15% から 17% くらいで、大体やっぱり宅建も一定してるんですね。ですからその合格率だけを単純に比較するとこの担当式試験の方は倍ですね、約倍になる。だから受かりやすいのかなと、数字だけ単純に比較すれば、まあこのね、あの鑑定士の担当式試験の方が宅建よりも受かりやすいのかな、これは言えるかと思います。単純に数字だけ比較すればね。だけど中身を見るとね、やっぱりその受験生のその募集団のレベルですね、あと問題の難易度とか考えるとね、まあ一概にこう比較はできませんけどね、でもまあ一応それでも3人に1人は受かるんだとね、これはもう紛れもない事実ですからね。ですからその意味でしっかりと準備をしていけばね、確実に担当は合格できます。このしっかりと準備していくってどういうことかというと、最終的には過去問ですね、過去問、過去に出た本試験問題、これ過去問って呼んでますけど、やっぱり過去問の焼き直しが多いです。行政法規もね、これ多いです。だいたいまあ6割から多い時だと7割、最近若干減ってはいるけど、それでもだいたい6割ぐらいは過去問の焼き直しが出ます、ね、したがってとにかく過去問をしっかりやって、ね、あとは担当実践答練だとか公開模試だとか、ね、過去問で聞かれてないような周辺部分の知識をしっかりフォローすればもう十分、ね、あの受かっていきますから、いいですね。ですから確実に、ね、しっかりと準備はしててください。そういう方は間違いなく紛れもなく担当を受かってますから、ね、一応、まあ、いつも、ね、ガイダンスとかで申し上げるんですけど、大体担当の、ね、まあ、学習時間ですね、もちろん受かった方ね、受かった方の平均学習時間は大体まあ500時間ぐらいですね、受かった方ね、担当ね、このうち宅建をやったよっていう方ね、かなり被ってるんですよ、内容がかなり被ってますんで、そういう方だとね、まあ、ちょっと個人差はあるけども、人によってはね400時間、場合によっては300時間ぐらいまで短縮できる場合がありますんで、ね、やっぱり宅建やってないよっていうのはね、もうこのね鑑定試験ほとんど使えるんですね。ですからその辺の有利さはありますんで、まあ、人によってはそうやって勉強時間短縮もできます。だいたい一応まあ500時間ですね、これぐらい。もちろんこの500時間の中にはこの担当合格講座の講義を聞いたと、これも含まれますからね、これをね、だからだいたいまあ500時間ぐらい、ね、一応目安としてイメージを持っておかれればよろしいかなと思います。で最後にちょっと1点ね、さっき3人に1人って言ったでしょ、3人に1人、単純にね数字だけ見るとね、まあちょっと手抜かりなくね準備すれば受かるんだろうな、これは間違いないです、これは間違いないんだけど、ただね一点ちょっと知っててほしいのが、特に次回だから2018年ですね、2018年に初めてこの担当式試験を受けるという方ね、おそらくこの講義今ご覧になってらっしゃる方、大半の方がそうだろうと思うんですけど、そういう方たちはね、特にちょっとね気持ち引き締めてちょっとやってほしいんですよ。どういうことかというと、いわゆる再受験組の方たちも2018年当然受けます。この再受験っていうのはね、要するに担当試験受かった、受かるとその年から3回論文受けられますよね、3回論文受けられる。で残念ながらね、論文3回受けたけどダメだった、で翌年また担当から受け直すって方がいます。こういう方たちをいわゆる再受験組っていうふうに呼んでるんですけど、この方たちはまず間違いなく担当を受かっていくんですよ、貯金がありますから、過去の貯金がある。もうちょっと言うと、特に鑑定料に関してはね、もう論文でしっかり3回やってますから、論文の勉強だから、この再受験組の方たちはね、論文3回目ダメで翌年また担当から受け直すときは、ほとんど鑑定理論の勉強をやらなくても担当でね、もう余裕で8割9割取っていくんですよ、ほとんど準備しないです。もうそういう方は私周りでたくさん見てます。だからですから、そういう方たちは、その再受験組の方たちは残り行政法規ですね、特に論文の勉強をやってた間のいわゆる改正点だけをね抑え直せば、ほぼほぼ余裕で受かってきますから。だから2018年に初めて担当を受けるって方ね、そういう再受験組の方たちとも戦わなきゃいけないんだってことは絶対忘れないでください。ですね、単純に3人に1人、あ、だったら余裕だね、こうやって舐めてかかると失敗します。いいですね、これだけね、まあ、そんなところです。であとですね、まあ、この特にこの行政法規について申しますとね、また講義の中でも逐一お話はしてきますけども、正確な理解は問われていません。逆に言うと正確な理解は追求しなくていいです。とにかく
法律の数がいっぱいあります。全部で37の法律がある。もちろんこれね、またこの後お話しますけど、全部をやるわけじゃありません。重要な法律はしっかりやる。で、切るべき法律はバッサリと切り捨てます。切り捨てるっていうのは要するにやらないってこと、ね、この講座の中でもそれをね、意識してやってきます。メリハリをつけてやってきます。そうじゃないと間に合いません。いいですね。ですから一個一個の法律のね、一個一個の条文の正確な理解なんかね、それをね、なんていうんですかね、追求したら間違いなく時間切れになりますから。また必要もありません、ね、要するに過去問が解けないんですよ。またもっと言うと本試験問題が解ければいい、ね、だからそんな正確な理解なんかなくても問題は解けますから、ね、そういうのをくれぐれも追求しないでください。言い換えると無駄な勉強はやらないでください。いいですね。時々いらっしゃるんですよ。行政法規始めるとね、結構ね、なんか身近な法律ってことで、あれどうなのかな、これどうなのかなってことでね、試験と全く関係ないところに首を突っ込んで、そこをね、追求する方が時々いらっしゃいます。いわゆる趣味に走った勉強ですね。これやる方受かりません。いいですね。ですから正確な理解も必要ありませんからね、一応大雑把でいいんですよ。大雑把でね、ここの規定はこういうことなのかな、あるいはイメージで言うとこういうことなのかな、そんな形でね、ある程度ね、ざっくりでいいから理解はね、抑えていくようにすれば OK なんで、くれぐれも正確な理解は追い求めないでください。時間の無駄、勉強の無駄、いいですね。で、その代わりですよ、理解はざっくりでいいんだけど、知識は正確にしてください。数字だとかね、何ヶ月何年だとか、そういう数字だとか、あるいは許可権者が誰か、知事なのか市町村長なのかとかね、そういう知識は正確にしてください。そうじゃないと行政法規の問題は解けません。だから整理すると、理解はざっくりでいいです。その代わり知識は正確に、これが行政法規で短期間で合格点を取るための一番の有効な勉強方法です。いいですね。これね、絶対忘れてくださいね。でね、ちょっとこれも今回まあ1回目ってことなんでね、ちょっとガイダンス的な話の続きでちょっと申し上げておきますと、ちょっとね、テキストですね、ちょっとこちらに図を書き込みます。この合格基礎テキスト、ちょっとね、表紙をね、ちょっと開けてみてください。こちらいいですか。で、こちらちょっと開けていただくと端書きあります。ここにちょこっとね、ちょこっと図を書きたいと思います。これぜひね、皆さんが担当の勉強にとどまらず、次の論文の勉強に進んだ時にも意識してほしい図なんですよ。ちょっとね、これ書き込んでおきますんで、こちらね、ちょっと端書きね、見てください。で、端書きの上の方、右上ですね、ちょっとスペースがあるんで、こんな図をちょこっと書き込んでおきます。あと、私ちょっとごめんなさい、私左利きなんでね、ちょっと時々ね、書いた内容隠れちゃうことあるかと思います。できるだけね、すぐ手ドキるようにしますんで、ね、ちょっと右かったらちょっとごめんなさい、その点だけ。で、ピラミッドです。ピラミッド、ね、でこんな感じで横線引いて、一番上が A、 その下が B、 一番下が C、 こんな感じのピラミッドの図を書いてみてください。いいですね。で、このピラミッド、一番上の A ランクが一番重要な知識と思ってください。一番試験で重要な部分と思ってください。いいですね。一番重要な知識で、 B が2番目、ね、ちょっと A よりはランクは落ちる、でも重要で、 C が一番重要度が低いと思ってください。いいですね。で、皆さんに聞きます。これ皆さんどっから勉強します？どっからやる？これで、独学者ですね、予備校とか使わないで自分で本買ってきて勉強する方に一番多いのがこれです。これ要するにテキストを1ページ目からベターっと読んでいくやり方、これまさにこういう、ね、図で表すとこういうイメージになります。これは無駄が多いです。もう見てわかるでしょ、 C ランクばっかじゃないですか、ね、で、こういうね、テキストを1ページ目からベターと読んでいくようなやり方だと、おそらくね、この真ん中ぐらいまでかな、ここまで来た時点でおそらくもう時間切れで本試験に突入になると思います。で、玉砕、不合格、ね、独学者一番多いパターンなんですよ。ベターとやっていく、重要度考えない、これダメです。いいですね。じゃあどっからやるか、ここです。一番上の、ちょっと隠れないようにね、一番こっからやっていくんですよ。これが国家試験、
ね、試験勉強の短期合格のポイント秘訣なんですよ。一番重要なところ、もっと言うと出そうなところから潰していくの、これが試験勉強のセオリーです、ね、でこうやってやっていくと、ね、当然一番大事なところやってます。で時間の許す限りこうやって降りてきて、だいたいこの真ん中ぐらいまで来たところでだいたい時間切れ、本試験突入で、こういう方は C ランクの細かい知識はないけども大事な部分はしっかり押さえていくから、まず間違いなく受かってきます。いいですね。これをぜひ、ね、担当に限らず次の二次の論文試験の時にもね、このピラミッドの図は忘れないで、ね、常に勉強してる時にね、自分が果たしてちゃんと、ね、合理的な勉強をやってんのかどうか、この勉強方法の検証って絶対必要なんですよ。担当の時もそう、次の論文の時もそう、ね、国家試験である以上ね、当然受かんなきゃいけない。そのためには受かるための勉強方法ってのはあるんですよ。それが今の図で示したこれです。大事なところからやっていく、これは常にね、皆さんがこれから担当の勉強をね、本格的に始めて、実際ね、これから、まあ、大変な思いしながらね、講義を聞き、でさらには足別行政法規に取り組んでいく、そういうね、勉強をやっていかれるわけですけど、その最中にあってもね、これはぜひ忘れないようにしてください。そして当然ながら次の二次の論文に進むときはね、論文はまして4科目ありますから、もう無駄な勉強なんかやってる暇ありません。いいですね。で私がもう特にこの鑑定士ですね、私宅建の受験士とも同じなんですけど、大体この鑑定士の受験士とも今大体もう10年ぐらいですね、レックでやらせてもらってるんですけど、今までたくさんの最終合格者見てきましたけど、やっぱりね、最終合格する方、その中でも特に短期でね、短期で受かっていかれる方は間違いなくこれをね実践してます。重要なポイントだから、例えば教えてチューター等で質問ね、あのお寄せになる時もこんな C ランクなんか聞いてこないんですよ。そういう短期で受かっていく人たちはもうこういう A ランクのなんかちょっと分かりにくいよね、そういうところをね本当にね、なんかこうなんていうんですかね、動物のなんかこうなんていうんですかね、こう匂いを嗅ぎ分けたようなそんなね感じでね、大事なとこだけをね聞いてくるんですね、本当に。でそういう方たちってやっぱりね、確かに小さい頃から学習塾とか通ってね、でまあ受験戦争を勝ち抜いて一流大学出た、そういう方がやっぱり多いのは多いんですよ、確かに。でそういう方たちはもうそういうね勉強方法っていうかね、そういう勉強慣れしてるっていうのがやっぱあるんですね。だけどこれはね、別に昔そういう私もそうですけどね、昔そんな受験勉強やらなかったよって方でもね、意識さえすればこれは間違いなくできますから、いいですね。だから自分はいやそんな昔勉強一生懸命やった記憶ないよっていう方でもね、これはぜひ意識してください、ね、今回1回目です、初回ですけど、これはねぜひ忘れないで、だからこれから皆さんが勉強をねしていかれる中にあって、いろんな疑問出てくると思うけど、こんな C ランクね、こんなのほっといてもいいです、ほっといてもいいから。でもね、おそらく皆さんからしてみるとね、いやじゃあ A と C のこの区別って何なの、どうやったら見抜けんの、それは予備校の講師に聞いてくださいね、私たちプロですから、すぐにね、これは絶対押さえてね、あるいは逆にこれは C ランクだよ、だからもう全く無視していいよ、これはもう必ず教えてチューター等で皆さんの方にきちんと明確にお伝えしますから、そのために予備校皆さんせっかく高いお金払って申し込んでくださってるわけですからね、使ってください、いいですね。という形で、ね、今非常に大事なあのポイントをお話してますからね。であとこの行政法規ですね、全部で14回ありますけども、大体ねそうですね、全部の14回のうちのね7回ぐらいまでかな、要するに前半ぐらいまでで、都市計画法で2番目の建築基準法で3番目の土地区画整理法で4番目の都市再開発法、そして5番目のマンション等の、ま、あのマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、この5つ、これを前半のだいたい7回ぐらいの時間を使って講義します。この担当合格講座ね、あれ随分時間かけるね、かけます、これは非常に重要です。でしかもある程度内容を踏み込まないとなかなかね自分のものにしにくい、そういう結構ボリュームのある法律なんですよ、今私が読み上げた5つ、ね、ですからこれはだいたい前半7回ぐらいまで時間使うな、ね、ちょっと軽く頭の片隅に留めておいてください。その代わりこのねマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、ね、この5番目の、ね、私簡単に円滑化法って言ってきますけど、これが終わった後は、ね、
まだ後ろにいっぱい法律は控えてますけども、そんなに時間かけなくても勉強できますから、全然心配しなくていいです。もう出るとこだけね、ここだけ押さえてね、これ気にしなくていいよ。そんな感じでポン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 ね、後ろの法律についてはかなり軽快なね、ピッチでどん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 講義進めていきますから、全然心配しなくていいです。よしですね。ね、とにかくこの最初今読み上げた5つの法律はしっかりやってきます。いいですね。で、あとまたこの後も話してきますけど、中には飛ばす法律ですね。さっきもちょこっとね申し上げましたけども、中には飛ばす法律もねありますんで、これこの後ね、いろいろ皆さんの方にしっかりとねお示しをしてまいります。よろしいでしょうか。ね、まあ、今回1回目ということで随分ねいろいろガイダンス的なお話をいたしましたけども、これからね結構長丁場になりますけどね、ぜひしっかり最後までお聞きになってください。で、分からないところはさっきも言いましたけど、教えてチューター等のね質問制度がありますからね。で、細かい質問を送っちゃダメですよ。さっき言ったようにね、もう C ランクような、そういう場合はねこちらの方で丁寧にね、やんなくていいよとは言いません。ちょっとこちらもね言葉選んで、そこは気になさらなくていいですよとね、やんわりとした感じでねちゃんと返信いたしますから、心配しなくていいですね。その代わり分かんないところどんどん質問はしてください。そのためにせっかく皆さんねこのレックの講座ね受講してくださってるわけですからね。よろしいでしょうか、ね、じゃあ中身に入っていきたいと思います。でね、ちょっと合格基礎テキストの方ですね、今ちょっとこちら端書きちょっとね今ご覧いただいたわけなんですけども、ほんとねちょっとずっとめくってってください。で、目次があって、その目次のすぐ後ろにですねこんな感じの表が出てくるかと思います。ちょっと大きくしますね。よいしょ。目次のすぐ後ろですね、この出題法令A群編っていうねこのページが出てくるかと思います。目次のすぐ後ろです。ここからお話をしてまいります。よろしいでしょうかね。で、まずこれね、この出題法令ね、これ行政法規です、もちろん A 群編ね、これ A 群っていうのは一応便宜上レックの方でねつけた名前です。で、ちょっと右のページ見ていただきますと、こちらが B 群編ね、これもレックの方で便宜上ねつけた名前です。で、この A 群と B 群の違いって皆さんお分かりになります？ちなみにここ一番上のねこの数字は年度です。平成28年度ね、これ去年までのねこれです。丸は出題されたってことで、空欄は出題されてないってことなんですね。ですからね、これ比較してみていただくと皆さんね今お気づきになられたかと思いますけども、 A 群っていうのはご覧のように毎年出る法律です。これをレックでは便宜上 A 群って呼んでます。それに対してこちら、年によって出たりあるいは出なかったりね、そういう法律もあるんですよ。そういうのをレックでは便宜上 B 群って呼んでます、ね、そうするとこれ面白いでしょね、名前がねずらずら上がってますけども、全部が毎年出るわけじゃないんですよ、ね、そうすると皆さんに聞きますよ、どっちからやりますかとかですよ。どっちからやる、当然毎年出る A 群からやりますねということ、いいですね。で、さらにはその中でもこのね名前の法律の名前の左横のこの数字、これは出題問題数です。都市計画法、毎年5問出ます。建築基準法も5問出る。そういうことです。ね、すると、ご覧ください。この上位2つ、ね、都市計画法と建築基準法、いわゆる都計と建基の2つで10問も出るんですよ。毎年。毎年です。で、皆さんご存知の通り、担当試験の問題というのは行政法規も鑑定量もそれぞれ40問でしょ。そのうちの10問。だから4分の1が時計と建基から出るよってことなんですよ。いいですね。だからさっき言ったように、これね、さっき私名前読み上げましたね、この5つですよ。都市計画法、建築基準法、土地格整理法、都市再開発法、そしてマンションの建て替え等の円滑化に関する法律。さっき私ね、この5つでこの全14回のうちの半分ぐらいね、時間を使って講義しますよって申し上げたでしょ。そういうこと、問題数が多いんだもん、当然ボリュームもありますから。よろしいですね。こんな感じで、ね、で、あと土地格整理法、土地再開発法も2問ずつ出ます。あと不動産の鑑定評価に関する法律のところからも毎年2問出ますから、いいですね。こんな面白いでしょ、ね、A 群と B 群に分かれる、さらには A 群の中でもこうやって複数、ね、
数問出る法律もあるんだと。だから当然、ね、このテキストもそうですけど、都市計画法から勉強してきます。次が建築基準法。だってこの2つで4分の1の勉強終わっちゃうんですから。いいですね。でね、ちょっとこのページ、この A 群編のページ、ちょっと下の方に降りてってください。でずっと行きますと、下2つですね、土地収容法っていうのと、一番下不動産登記法、これそれぞれ左横にバッテンがついてます。これは基本的に飛ばします。飛ばします。この土地収容法はね、これは非常に難しいんですよ。難解で、しかも範囲が広いです。その割に1問しか出ません。もちろん A 群だからね、ご覧のように毎年出るんだけど1問です。で、費用対効果を考えると割に合わないんですよ。割に合わない。難しい上に範囲が広い。だからバッテンやらなくていいよ、そういうこと。この講座内でも軽く触れるにとどめます、ね、ご承知おきください。で、あと一番下不動産登記法、これも皆さんの中でね、宅建だとか、あるいはね、土地価格調査士だとか、他の国家試験で勉強された方お気づきになると思うんだけど、この不動産登記法もやっぱりね、 A 群だから1問出るんだけど範囲が広いです。範囲が広い。で、昔はね、表示に関する登記、ね、だけが出た。だけど最近は権利に関する登記も出ます、ね、これ内容については気にしなくていいですよ。これ表示権利、ね、これは中身内容に関するものなんだけど、ね、ちょっと軽くね、まだ勉強したことない方はちょっと軽く聞いておいていただければいいんですけども、内容が2つあるんですね。表示に関する登記と権利に関する登記で、表示に関する登記ってのはそんなに難しくないんですよ。もう、ね、知識も限られてるし。で、昔この鑑定士のね、不動産登記法でも表示に関する登記の時は取りやすかった。だからやってくださいねっていうことで、この講義の中でもね、しっかり皆さんの方にお話をして、足別でも皆さんやっていただいたんですけど、最近はこのね、もう一つの権利に関する登記も結構出ます。で、両方やるとかなり時間食っちゃうんですよ。まあ10時間ぐらいかかっちゃうかな。だいたい宅建でもそうですね。やっぱり結構これ不動産登記法に関しては時間かけてお話をします。やっぱりさっきの土地収容法と同じくね、費用対効果考えると決してよろしくないんですよ。ですからこれはね、まあ、ちょっと条件付きになりますけども、不動産登記法はね、特に予備知識がない、ね、宅建だとか土地価格調査士だとか、そういう他のところでね、勉強したことが全くないという方は切ってください。で、宅建でやったよ、あるいは調査士でやったよ、あるいは他のね、なんかで勉強したよっていう、そういう予備知識ある方はやっていただいても構いませんけど、深入りはしなくていいです。深入りはしなくていい、そういうこと、ね、だから一応基本的にはバッテン、これも軽くこの講義の中では触れるだけにとどめます。ご承知おきください、ね、で、今度右のページいきます。今度右の、 あと下のね、この辺の説明をお読みになっていただければいいですからね。で、あと今度右の、よいしょ、こちらの B 群編、これはもうね、先ほど来申し上げている通り、都市によって出たり出なかったりする法律、これを B 群っていうふうにね、呼んで一括りにしてます。で、いろんなやっぱり法律があるんですけども、ちょっとね、やっぱりこの行政法規ならではのね、ちょっと面白いって言いますかね、ちょっと変わった特徴をまず最初にね、指摘しておきますと、一番上の都市緑地法と、あと上から2つ目の景観法、これはね、ちょっとこの表のすぐ下ご覧ください。これどちらか一方が出ます。どちらか一方、どちらか一方ってどういうことかというと、一方が出ると他方がお休みってこと、これです。だから都市緑地法が出た年は景観法はお休み、景観法が出ると都市緑地法がお休みってことで、この傾向はね、平成21年からですね、始まってます。それ以前平成20年両方出たとしまったんですけど、一応21年以降はね、どちらか一方が出ると他方お休みと、こういうちょっと変わったね、取材傾向になってます、ね、こちらよろしいでしょうか、ね、で、あとちょっとずっと下降りていっていただいて、道路法と河川法と、ね、この等っていうのはまた後でやりますけども、海岸法と公有水面埋め立て法っていうね、他にも2つあります、ね、ですから一応河川法だけじゃなくて合計で3つですね。3つ、河川法と海岸法と公有水面埋め立て法っていう法律3つね。だから一応便宜上河川法と、ね、あるいは河川法などっていう形で表記してます。一応3つで、これもね、道路法と河川法とっていうのがやっぱり交互ですね。一方が出ると他方がお休み、そういう関係でなってます。で、あとその下の自然公園法と自然環境保全法、これも同じです。一方が出ると他方がお休みという形です、ね、面白いでしょこれね。で、最後一番下見ていただいて、この下4つですね、下4つ、
まず下から4つ目の、資産の流動化に関する法律、あと不動産特定共同事業法、投資信託及び投資法人に関する法律で、一番下の金融商品取引法、この4つはやっぱりバッテンです。基本やらなくていいよ、やらなくていいよ。この4つはね、一応便宜上ね、不動産証券化関連法令というふうに一括りにして読んでます。この4つをね、一括りにして読んでるんですけど、やっぱりね、これ出題される範囲はある程度ね、条文は限られてはいるんだけども、やっぱりね、結構範囲があります。でしかもこれ一番最後でしょ、ね、いろんな A 軍からやって、さらに B 軍まで来て、ずっと最後に来て、こういうね、不動産証券化関連法令、しかも内容が高度です、かなり専門的、ね、だから基本的にはやんなくていいよってふうにしてます。この講座内でも軽く触れるにとどめます。もちろん皆さんの中でね、お仕事等の関係でね、この辺の予備知識ある方もいらっしゃるかと思います、ね、そういう方はやっていただいて構いません、ね、そうじゃない、全く知らないよ、ね、これもちろん皆さんが鑑定士になられた後はね、やっぱりこの辺の法律やっぱり必要になってはきますけども、ただこれ今のね、担当式試験ではね、これやっぱりとにかく当面の目標は受かることですから、ね、短期間で受かることがやっぱり目標ですから、ね、ここまで時間かけてじっくりやるっていうのは、ね、やっぱりそういう試験戦略上決して好ましいことじゃないと私は思っています。ですから基本的にこの不動産証券化関連法令、予備知識がある方以外は手をつけなくていいです。いいですね、だからバッテンってこと、よろしいでしょうか、ね、こちら。そうするとね、こちらちょっと左の A 群の方戻りますよ。こちら A 群編のページの下の2つ、土地収用法と不動産登記法がバッテン、バッテンで、そしてさらに今ご覧いただいた不動産証券化関連法令、これもバッテンってことでね、一応バッテン3つ、バッテン3つ、こんな感じでね、バッテン3つ。私これを便宜上、これは勝手に私が作った言葉なんですけど、裏三兄弟と呼んでます。裏三兄弟、ね、この土地収用法、不動産登記法、不動産証券化関連法令、ね、これ私裏三兄弟と呼んでますけど、裏三兄弟基本的にやらなくていいよって言ってます。で実際うちの、ね、講座受講された方のほとんどがこの裏三兄弟やってません。それでも受かっていきます。だからこれからね、この講義を聞きになって勉強を始めるって方もね、この裏三兄弟は基本的に手をつけなくていいってことで覚えておいてください。いいですね。もちろん何回も言いますけど、もうすでにね、予備知識があるよっていう方はやっていただいて構いません。不動産登記法もそう、不動産証券化関連法令もそう。で、さすがに土地収用法ね、これ予備知識あるって方は少ないと思います。たまにいらっしゃるんですよ、受講生さんで、ね、ちょっとお役所関係の仕事の方でね、あの知ってますよとかというけど、そういう方はいいです。そういう予備知識ある方はいいけど、そうじゃない方は手をつけないでください。ですね、で今後このね、この行政法規ね、数はあるけども A 群と B 群に分かれる。当然 A 群がまず先で、 A 群の中でも複数出る法律がある。それをしっかりやります。いいですね。だから順番があるんですよ、ね、だからメリハリをつける必要が、特に行政法規の場合はね、本当に必要だってこと。いいですね、よろしいでしょうか、ね、まあ随分いろいろ喋りましたけどね、よろしいでしょうか。であとですね、ちょっと次のページ見ていただきますと、こちらですね、参考資料ということで、よいしょ、ちょっとご覧ください。こちら、ね、こういう、このページが続いているかと思います。この B 群編の次のページですね、次のページ見ていただきますと、この参考資料。これはね、勉強する、ちょっとちっちゃくしますね、勉強する中で、ね、ちょこちょこと確認していかれればいいです。よく出てくる言葉なんですよ。でちょっと一回見ときますと、まあ頻繁に出てくる言葉の意味っていうことでね、まず丸一のこれ広告、広告ね、これ公に告げるって書きますけどね、これはまあね、政府が出す官報、これ国です。国が毎日出します官報ね、あるいは一般紙の新聞、あるいは広報、これは地方公共団体が官報に準じて発行するようなものですね。これは広報って呼んでます。あるいはインターネット、最近多いですね、いろんな地方公共団体もね、それぞれホームページ持ってますよね、そういうところへの掲載、あるいはこれも一番古典的なこれですね、市町村役場、地元のね、こういう役場の掲示板への掲示、これらを総称して広告って呼びます。
広告ですね。であと縦覧と閲覧ね、これは一回見とけばいいでしょう。であと丸三の許可、認可、承認、届出、これはね、それぞれの意味よりもね、ここに挙げたそれぞれのね、この特徴ですね、これはちょっと頭に入れといてください。これもやっぱり出てくるんですよ。今後数えきれないくらい、上の丸一のね、広告とね、本当にね、あの引けを取らないくらい頻繁に出てきます。許可、認可、承認、届け出。で、一番ちょっとお聞きしますよ。一番規制が厳しい、規制が厳しいのは許可と思ってください。で、下に行くに従って規制が緩やかになると、そんなイメージです。このイメージ大事ですからね。で、まずこの許可なんですけども、原則禁止です。やっちゃダメだよ、やっちゃダメだよ。それを例外的に解くことを許可って言います。許可ね、一応ざっくりとそういうことですね。こちらですから、例えばこれ例としては車の免許、あるいは医師免許、これ全部法律上は許可なんですよ。許可、免許とは言ってるけどね、法律上は許可に当たります。原則これ車運転しダメでしょ。車運転していいのは免許持ってる人だけ。だから例外的に運転していいよね、この制限をこれね解く、だからこれは許可に当たります。車の免許、医師免許もそうでしょ。基本的にね、この医師資格を持たない人は治療行為やっちゃいけないよ、これを例外的に解くことをね、これ医師免許ねって言います。医師免許になるでしょ。これ例外的に手術やっていいよ、治療やっていいよ、例外的にね認めてくれる。だからやっぱりこれも許可ってこといいですね。これはぜひしっかりとイメージでいいですね。このイメージ、原則禁止、やっちゃダメだよ、例外的にやっていいよ、それでね、原則禁止を解く、ね、この制限を解く、これが許可なんだなってイメージはしっかり持っておいてください。で、2番目認可で、3番目が承認、これはともに原則やっていいよです。原則やっていいよ、ね、ですからいわばやっていいんだけど、一応ね、このお墨付きもらいなさいよ、そんなイメージですね。認可も承認もで、両者の違い、これはね、あまり踏み込む必要はないです。ただ一応ちょっと基本的なイメージとして、法律行為に対する、まあ、事後的な同意、これがまあ認可で、それ以外のまあ事実行為に対する事後的な、ね、同意、これがまあ承認っていうふうに一応言われてますけど、まあ共に原則 OK だよ。で、ちょっと対象が違うんだな、法律行為なのか事実行為なのか、この辺のね、法律行為とか事実行為っていうのは、これ論文の民法であります。民法でありますからね、特にまあここはそんな意味踏み込まなくていいです。その必要もありません、ね、さっき言ったようにここ厳密な理解なんか求められていません。ただ両方とも原則やっていいよ、ただ対象がね、同意の対象が違うんだな、これだけ頭に入れておけば OK です。で、最後届出、これも一番ね、もう簡易なね、一番あの手続きとして緩やかなものですね。届出、ね、監督官庁への通知って言われてますけどね、これ要するに届出さえすればいいんですよ。届出さえすればいいね、許可とかもらう必要ない、認可とかもらう必要はありません。ただそれだけ、ね、で、あと4番目、これもね、ぜひちょっとあのイメージしっかり持っておいてください。これもそれぞれの法律の中でね、勧告か命令かね、これ問われるケースが結構出てきますから、両者違います。勧告と命令、両者違うんで、しっかりとね、これは押さえておいてください。勧告っていうのは法的強制力がない。法的強制力がないってのはどういうことかというと、右の丸括弧見てください。違反しても罰則がないってこと。それに対して命令は法的強制力があります。したがって違反すると罰則があるよ。ね、もう全然違うでしょ。勧告と命令ってなんとなくね、なんか一方的になんか言われるイメージっていう点では共通なんだけど、法律上の意味合いって全く違うでしょ。これ勧告は弱いんですよ。これ罰則ない、違反しても罰則ない。命令はありますから処罰されちゃいます。いいですね。だから例えば避難勧告って言った場合はね、これ違反してもその後処罰されません。だけど避難命令、これは命令だからね、素直に従わないと後で処罰されちゃう、そういうことです、ね、ちなみに勧告の方はね、一応こう載っけといたんですけど、まあこれね、法的強制力はありませんから、だからまあ強いて言うと強い要望ね、強いよ、こうしてくれませんかと ね、そんなイメージでちょっと頭入れといてください。強い要望、ね、これが勧告。命令はもう完全にないないしろですよ。命令は法的強制力ありますから、いいですね。と違反したら処罰されちゃいます。これが命令ってこと。
あと一番下、これいいですね。政令指定都市、中核地、これ人口によって分けられるよっていうことで、こんな感じです。ね。で、あと、今度右のページの参考資料の2ですね。これもちょっと見ておきたいんですけども、よいしょ。こちらね。で、これは、よいしょ。この後ね、勉強します3つの法律、これを並べて比較してるんですよ。で、土地区画整理法、これはこの後ね、都市計画法、建築基準法に続いて3番目にあります。で、4番目にあるのがこの次の右の都市再開発法で、5番目にあるのがマンションの建て替え等の円滑化に関する法律、いわゆる円滑化法ってやつですね。3つ、これを手続きの面で比較してますね。また詳しくはそれぞれの法律の時やりますけども、この参考資料の2のこの表はぜひ大事にしてください。これは本試験直前まで使いますからね。これはぜひ大事にしてください。ともにこれ手続き法なんですよ。ですから手続きの流れが重要で、非常にこの三法は似てるんですよ。またそれぞれの時にやりますね。ちょっと軽くここでイメージ持っておいてください。ですから私ね、この3つ、土地区画整理法、都市再開発法、あとね、略して円滑化法、この3つを表三兄弟って私呼んでます、便宜上。これも私の勝手な、ね、まあ、造語ですけど、勝手に作った言葉ですけど、ね、非常に似てますんで。で、下もそうです。それぞれ3つの法律。ね、これ、組合施工っていう、ね、やり方があるんですね。工事の仕方として。組合施工とあります。これを比較した場合の、やっぱりこの三法の、これ、比較の表なんですよ。これ、ね、特に四角で囲ったところは非常に重要な部分なんで、これは本試験まで使えます。よろしいですね。こんな形で。まあ、いろいろ喋ってきましたけどね、まあ、とりあえずね、こんな形でちょっとイメージはつかめましたかね。これからやっていく行政法規、ね、内容、そして勉強のやり方、あとポイント、ね、もうくれぐれもね、あの細かい知識とか、ね、踏み込まなくていいですから、こちら、ね、であとこれね、1点ちょっとね、この後内容入る前に1点申し上げておきますと、基本ね、この後あの都市計画法からどんどん見てきます。で、講義の基本的なね、ちょっと聞き方って言いますか、受け方、ちょっと申し上げておきますと、これね、ちょっとページもご覧ください。この後すぐ入ってきますけども、いきなりちょっとこれが目に入って、と思ったかもしれませんけど、こんな形で大事なところは私の方でね、ピンクのマーカーでこうやってね、塗って、これ皆さんも一応印はつけてってください。テキストの方で。ね、覚えてください。覚えてください。いいですね。あとこういう形で書き込みも適宜してきますから、ぜひ同じようにマークをするなりね、もちろん別に同じピンクのマーカーである必要ないですよ。緑が好きな人は緑のマーカーでもいいし、黄色が好き、まあ、黄色はちょっと反射しちゃいます ね他の色でも全然構いません。あるいは赤鉛筆でアンダーライン引くもいいです。あるいはもっとめんどくさいよって方は、あの鉛筆でね、シャーペンでアンダーライン引くだけでもいいですから。とりあえず私がこうやってね、これからこの合格基礎テキストを使っていろいろお話してきますけども、ね、大事だよっていうところ、必ずこうやって印つけていくから、これは必ず書き込んでください。いいですね。で、そういう形でとりあえず、ね、全14回の講義をお聞きになってみてください。ね、で、その後でいいです。ね、あの足別ですね、足別。こちらの方に着手をしてください。ね、中にはね、この担当合格講座を聞きながら足別やられる方もいます。まあ、そこは基本的に皆さんの方にお任せします、ね、私としてはとりあえず1回全部聞いた方がね、あの足別の方も取り組みやすいかなっていう感じはいたします。で、この足別なんですけどもね、もう皆さんね、あの鑑定料の方でご覧になられている方も多いかなと思いますけども、ちょっとね、これちょっと上巻ちょっと10ページちょっと見ていただきますとね、よいしょ、こんな形でね、これ過去問1問が5択ですね。で、これを各足ごとにね、こうやってばらしてね、乗っけてます。で、重要度が星、これね、3段階で表示してありますね。一番重要な足が星3つ、ね、次が星2つ。で、一番重要度が低いのが星1個です。で、基本的にはね、星3つと2つを中心に勉強してってください。逆に言うと、星3つと2つは必ずやってください。受かるために必要ですから。よろしいですね。で、この実はね、この星2つは結構数があります。問題数があります。で、皆さんがこれからね、この足別行政法規に取り組んでいかれるときにね、おそらく大半の方がお感じになるであろうことなんですけども、この星3つはね、やっぱりこの担当合格講座の中でも取り上げる、やっぱり一番重要な知識なんですよ。ね、それに対して星2つ、
これはね、この必ずしも担当合格講座の中で触れない知識も結構出てきます。皆さんからするとちょっと細かいかな、そういうふうにお感じになる知識、そういうのも結構星2つに入ってきますんで、でこれもちょっと我慢して、ね、担当合格講座の中では必ずしも取り上げてなくても、ね、一応星2つってことで頑張ってやってみてください。いいですね。これね、星1個はこれは余裕がある方だけやっていただければ OK です。無理にやらなくていいです。ただね、行政法規万全の準備したいと、で時間もある程度取れる、そういう方だけやってください。いいですね。そうじゃない方は星3つと2つだけで十分ですから。でこの星2つ、ちょっと話戻しますけども、結構細かい知識問題もね、これやっぱり1回は見てほしいなってやつは無理くりね、無理やり星2つに盛り込んでんですよ。星1個だと今申し上げた通りね、もう基本やんなくていいですよって申し上げてるんでね。だからちょっと細かいけど1回はちょっと保険でね、見ておいてほしいなっていうのを結構星2つに入れてるんで、したがって数も多いし、皆さんが勉強してからの中でね、ちょっとこれ担当合格講座で触れてないし細かいんじゃないのかなってお感じになることはあろうかと思いますけど、そういう趣旨ですからね、ちょっと頑張って星3つと2つはしっかりとねやってください。星1個はね余裕があればで OK です。であとこれね、やり方なんだけども、左の例えばこの22番の問題ね、これ平成26年の6問目のね、この井の足なんですけども、この読んだらね、この22番のこの問題文読んだらすぐに右の解説、これ解説です、ね、こちらの右の解説ご覧になってください。内容が正しければ丸、ね、間違っていれば×ってことですね。ですぐにね、これ左の問題文22番見たらすぐ右の解説お読みになってみてください、ね、これ何を言ってるかというと、最初は解く必要がありませんよってことなんですよ。解くっていうのはどういうこと？解くっていうのは問題文見て、あ、これ丸か×かどっちかなって考えることを言うわけでしょ。これを解くですよ。だけどまだ予備知識が頭に入ってない段階でね、解くっていうことをやると時間のロスが大きいんですよ。分かんないですもん、だって頭入ってないんだから。だからできればね、勉強の一番最初の段階、いわゆる初期の段階では問題読んだらすぐ右の解説読んでください。で両者を付き合わせて、で意味を考える、でもし丸であればその意味内容を自分なりにねイメージつけられれば OK です。それ以上ね踏み込む必要はありません。何回も言いますけど、正確な理解問われてませんから。で逆に×ね、内容が間違ってる足であればね、どこが間違ってるのか、その間違ってる箇所をしっかり解説ね、お読みになってそこをえぐり出してください。あ、ここが違うんだな、例えばここ1年なのに3ヶ月になってる、これが誤りなんだな、それをしっかりと、これ特に×の足ですね、間違った内容の足の場合はその間違ってる箇所をしっかりと押さえる、これもここまでやってください。いいですね。で最後、その上でこれ、それぞれの解説の一番最後にテキスト何ページっていうのを載っけてます。このテキストはね、これも合格基礎テキストです。合格基礎テキストの5ページ、ね、あるいは12ページ、これを指してますから、必ずいいですか、この解説までお読みになったら一番最後に必ずこの合格基礎テキストのこの該当ページを開けて、そこに印をつけてください。そうするとこの担当合格講座を聞く中でもね、皆さん当然いろいろ書き込んだりマークしていかれます。さらには最終的にね、この担当合格講座の中では触れなかったけども、足別でね、足別に載ってるそういう若干細かい知識も全部この合格基礎テキストに集約できるでしょう。そしたらあとはこの合格基礎テキスト一冊だけ持って試験会場に行きゃいいんですよ。これが試験勉強のポイントなんですよ。要するに情報は一つのツール、一つの道具に集約するっていうのが効率的な勉強方法なんですよ。あれも見る、これも見る、これは効率悪いでしょ。だから情報を一つに集約する、そのためにこのこれから使う合格基礎テキスト全部情報は集約してください。いいですね。コピーして貼り付けてもいいから、書き込むでもいい、ね、とにかくもう最後は合格基礎テキスト一冊だけ持って皆さん担当本試験会場に行くと、ね、そういうふうにやってみてください。そうすると非常に効率的な勉強できますから、よしですね。ね、まあ、随分喋りましたけども、ね、こんな形でこれからね、都市計画をどんどん進めていきます。ぜひ皆さんね、あの大変なことこれからいろいろあるかと思いますけど、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。ね、でちょっと自分長くなりましたけど、ちょっとここで一息入れます。
それでですね、続いて第2ユニットに行きます。ね、基本的にこのレックの講座ね、一応まあ1コマ4ユニットになってます。ね、じゃあそういうことで。ね、じゃあテキストいきますよ。こちら。1ページ、ね、改めて開けてください。よろしいでしょうか。どんどんいきましょう。で、まず一番最初、都市計画法ですね。これ1番目の法律ですね。で、さっきもご覧いただきましたけど、A 群です。A 群。毎年5問出ます。5問出ます。ですね。非常に重要。特に5問出るっていうだけにとどまらず、この都市計画法で出てきたいろんな言葉、制度が他の法律でも出てくる場合が結構あるんですね。ですから、この都市計画法、ね、本当に重要な法律です。で、ちょっとね、先に、ちょっとこちらね、こんな形で一回ちょっと印だけ先につけちゃってください、ね、こういう形でよろしいですか。もうパソコンなりね DVD プレイヤー一回プチッと止めてね、こんな形でちょっとねちょっと印だけつけちゃってください。いいですね、こうやって。じゃあいきますよ。でまずこの都市計画法なんですけども、一応全体像がご覧のように3つに分類分解できますね。これ実はね、条文見ても結構量があります。結構都市計画法ってボリュームがあるんですよ。でもそれも一応大別するとご覧のように3つ、1、2、3、ね、これに分類できるよ、ね、こうくるとちょっとね、なんか少し気持ち落ち着くでしょこんな感じでね、こういうの大事なんですよ。勉強ってこうやって大掴みにするっていうのが大事です、ね、でまず左のね丸1から見ていきますけど、まずその前にねちょっとこれ側柱のね、これ側柱って言います。これね、左側のここね、今後も側柱側柱って言ってきますからね、これ側柱ってきたらこれ左側と思ってくださいね。まず側柱のこのコメントからちょっと見ていきますね。ちょっと大きくしますよ。よいしょ、これぐらいで見えますかね。まずね、この都市計画法ですけども、どんな目的の法律なのか、ね、何を目的にしているのか、これです。計画的な街づくりね、これはしっかりとイメージとして頭入れといてください。いいですね。で、これからいろんな法律やってきますけど、やっぱりね、それぞれの法律必ず目的があります。目的のない法律なんか一個もありません、ね、で特にこの目的ですね、これを抑えることによってその法律のイメージ、あるいは全体構造、あるいは、ね、個別具体的な規定とかも理解しやすくなりますから、ね、法律を勉強するときにはその法律そもそもどんな目的なのかな、これをぜひ真っ先に考えるようにしてみてください。これ、ね、非常に大事なポイントです。皆さんが鑑定士になられた後も、ね、いわゆる法令調査とかの時にもね、これ大事なポイントになってきますから、どんな目的かな。で、都市計画法は計画的な街づくり、これです、ね、裏返して言うとこれね、ちょっと横に書きますね。乱開発、これを規制するってことなんですよ。裏返して言うと、ね、計画的な街づくり、裏返して言うと乱開発を規制するってこと、むやみやたらと道路公園を作らないと、ね、これが都市計画法の目的です。しっかりイメージ持ってください。いいですね。で、一応覚え方ね、覚え方としてはこの名前に引っ掛けてちょっと頭入れてみてください、ね、都市計画法で、この真ん中の計画、計画ね、計画的な、で都市は町でしょ、町づくりと、ね、だからこの目的忘れそうになったらね、この名前眺めてみてください、ね、計画的な都市町づくりの法律ということです、ね、でちょっとさっきのね右の本文ですね、こちら、これもこちら本文って言いますけどね、こちらでご覧いただいたこの3つ、ね、分解すると3つに分けられるよ、これ改めてこの番号に従って見てまいります。まず1個目、都市計画区域で、これちょっとまだ側柱のコメント見てください。で、計画的な街づくりのためにはまずどうするかっていうと、まず1個目、街づくりの場所を決める必要があります。これは当たり前ですよね。いくら計画的な街づくりって言ってもまず場所が決まんなきゃ話にならない。それが都市計画区域なんですよ。これなんですよ。いいですね、こちらで、これね、この名前はしっかりと、都市計画区域の名前はね、これしっかりと覚えていってください。これ宅建をやりになった方もね、まだ頭に入っているかなと思いますけど、宅建やってなくてね、今回初めて勉強したよって方ね、こういう名前はちょっと覚えていってください。
で、イメージです、ね、この街づくり、計画的な街づくりをやっていくための場所、これが都市計画区域です。このイメージはしっかり押さえておいてください。いいですね、こちら。で、2番目で、次に2番目ね、街づくりのプランを決めると、ね、まず場所は決めたと。場所を決めたら次に、じゃあその街をどんな街にしていくのか、ね、これその街づくりのプランを決める、これがこれです。いわゆる都市計画って言われるものなんですよ。で、いろんな種類があります。これから出てきますけども、まずね、これ都市計画、これね、この名前もちょっと覚えてほしいんだけど、こういう難しそうな言葉ね、これ難しいね、あの内容で押さえてもすぐ忘れちゃうから、だから都市計画ときたら街づくりのプラン、これで覚えておいてください、ね、で、もうちょっと戻りますけど、都市計画区域ときたら計画的な街づくりのための場所、これでいいんですよ、ね、こういう分かりやすいイメージでそれぞれの難しい言葉を押さえていくの。そうするとね、それぞれの重要な法律の知識の核が出来上がっていくから、いいですね、こういう分かりやすいイメージで押さえていってください、ね、で、次、今度3番目、あ、ちなみにこれが今の2番の都市計画っていうのが右の本文でいうと、このぐるっと丸で囲ったこの2番に相当します。これ全部都市計画なんですよ。いろんなのがあるからたくさん出てきます。いいですね、これが2番目のね、まつりくんのプラン、すなわち都市計画を指してます。じゃあ次、今度3番目ね、さらに街づくりの場所を決め、さらに街づくりのプランを決めても、それに反することを認めたんではやっぱり計画的な街づくりはできない。そこでとね、そこで街づくりのプランに反することをさせないようにする必要がありますねとね、そのための制度が2つ、一つが開発行為の制限って言われるもの、これは土地です、土地。もう一つが都市計画事業制限と言われるもので、これはものづくりです、ものづくり、ね、これものづくりっていうのは簡単に、本当に簡単に言うと、まあ、建物を作るっていうイメージでもいいんだけど、ただここにも上がってるようにね、建物だけじゃなくて道路とかも入ってきます。だから一応ね、まあ、ものづくりって言い方してます。ただどうしてもものづくりっていうこの言葉自体ちょっとねしっくりこないよって方はね、まあ、建物を作るってイメージでも結構です、ね、別にこれでも問題は解けますから、ね、そういうイメージでこの都市計画事業制限、ね、これちょっと押さえておいてください。これです、いいですね。で、その ③ に相当するのが右の本文、ご覧ください。こちらの開発行為の制限って言われるものと都市計画事業制限、まあ見ましたね、左でね、これになります。いかがでしょうこんな感じでこの都市計画を非常にね、これですね、実は範囲は広い、膨大ですけども3つに分解できるよ、ね、計画的な街づくりの場所、都市計画区域、まず場所を決める、場所を決めたら次にどんな街づくりにしていくのか、そのプランを決める、これが2番目都市計画です、ね、で、プランを決めてもそれに反することをやすやすと認めてしまうんではやっぱり計画的な街づくりはできない。だから最後ね、それを担保するための制度、ね、いわゆる担保制度と言ってもいいですね、これね。2つ、開発行為の制限、これは土地です、土地、ね、あと都市計画事業制限、これはものづくり、ね、建物と言ってもいい、ね、この2つの制度を設けているよってこと、これが都市計画法です。よろしいですね、こんな感じで。ちょっと今度裏のページいきます。今度2ページ開けてください。よいしょ、先にちょっと全体像をご覧いただきますね。ちょっとね、印だけつけちゃってください。こんな感じで一回止めますね、こんな感じで。で、ここ保全って書いて、ここ緑って書き込んどいてください。ね、後で説明していきます。あとこんな図ですね、 A 市 B 町で両者にまたがるよってイメージで、なんか目玉焼きみたいになってますけどね。あとここね、これ必ずって言葉入れといてください。これ誤植じゃないんですよ、誤植じゃないけど意味は必ずってこと、要するに例外がないってことですね。これ条文見るとね、例外がないんですよ、いわゆる正し書きっていうのがない。だから意味としてはこれ必ずってことなんで、ここ入れとくとね、意味が分かりやすいです。あとちょっと下もね、これもちょっと印だけ先につけちゃってください。こんな感じです、ね、ですね、こんな。じゃあいきますよ。で、まずよいしょ、これぐらいがいいかな、よいしょ。まずこれね、帯番号 1-1 都市計画区域ね、こちらからいきましょう。で、1番、都市計画区域の指定というところの括弧1、指定権者、誰がこの都市計画区域を指定するのかってこと、
これを指定権者って言ってます。誰が指定するの？原則は都道府県です。しっかり覚えてください。で、例外が国土交通大臣です。いいですね。で、どんな場合が例外的に国土交通大臣に変わるのかというと、これです。2以上の都府県の区域にわたる場合、すなわち都市計画区域が、ね、例えば東京と神奈川にまたがるの場合、この場合は、ね、国土交通大臣が指定権者に変わります。そういうこと。よしですね。これ宅建をやりになった方まだ覚えてるでしょ。これ宅建でも必ずやりますね。これね、この都市計画区域、いわゆる計画的な街づくりを行っていく、そういう場所ですね。誰が指定するのか。原則都道府県、例外国土交通大臣。どの場合が例外かというと、2以上の都府県の区域に渡る場合、またがる場合、ね、だからもし東京都だけ、東京都だけであれば当然これは、ね、東京都だけに都市計画区域指定するんであれば当然これは東京都ですよ。東京都が指定をするよ。指定権者東京都になるよでしょ。これがこの都道府県ってことの意味ですね。もし神奈川だけであれば、ね、これは神奈川県が指定権者になるよ。これが指定権者の意味だけど、例えば東京と神奈川にまたがる場合には、ね、これ東京だけでは足りない、神奈川だけでも、ね、足りない。だから、ね、そのワンランク上がると思ってください。ランクが上がります。都道府県だけでは、ね、役不足ってことで、ね、指定権者がランクアップして国土交通大臣に変わるんだな、そんなイメージです。で、気をつけてほしいのはこれね、都府県になってて、これ都道府県になってません。すなわち北海道が抜けてます。これは誤植じゃありませんから、ね、これ宅建でもやってますね。宅建の都市計画の時やりますね。これなんででした？なんで北海道抜けてる？これは北海道と青森の間、海でしょ。だから両者にまたがることがないってことなんですね。両者にまたがって都市計画区域を指定することがありえない。だからもともと法律でも、ね、都市計画法でも都道府県になってないよ、そういうことです、ね、ちゃんと考えてるんですね。法律って本当にね、きちんと考えてこういうふうにね、規定してますんで、全部意味がありますから、法律の規定っていうのはね。だからこれ北海道入ってません。北海道と青森の間、海ね、両者にまたがって指定するなんてありえないでしょね。そういうこといいですね。で、あと次の括弧に指定に必要な手続き、これも押さえてください。押さえてください。で、皆さんの中でね、宅建おやりになった方は今のね、ご覧いただいた括弧1の指定権者、皆さん絶対やってます。これやりますから。ただ宅建ではね、次の括弧2の指定手続きまではあんまりやってないと思う。あんまり聞いてこないんですよ。だけどこの行政法規では聞いてきますからね、しっかりと押さえておいてください。で、行政法規の場合ね、こういう、ね、手続き周りを実は結構聞いてくるんですよ、これは、ね、だからちょっとそれは意識しておいてください。他の法律でもこういうね、あの手続き周りの規定結構聞いてきますから、ね、そこちょっと頑張って押さえていくようにしてください。これやっぱりね、あの皆さんが鑑定士になられた時にね、やっぱり必要になってきますから、この辺の予備知識ですね、こういうの知識がいいですね。で、ちょっと中身見ますよ。で、まずちょっと一回大きくしましょうね、もうちょっとね、こちらね。で、まず丸1、これ都道府県が都市計画区域を、ね、指定する場合、さっき上で見ましたね、原則は都道府県ですから、ですから丸1が原則の場合ね。で、丸2が国交大臣ってことで、これね、さっき上で見ましたこれ例外です、ね、だから丸1が原則の場合、丸2が例外の場合、ね、それぞれどんな手続きを経るのかってこと、そんなイメージでご覧ください。で、まず原則である都道府県が指定する場合ですけど、あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。このピンクのマーカーでお示しところは覚えてください。暗記してください。いいですね。こちら。で、これまず都道府県が都市計画区域を指定する。ね、この場合はね、やっぱりこれ関係省村、一番地元に密着している地方公共団体が市町村でしょ。一番ね、規模が小さい、単位が小さい。ね、一番逆に言うと地元の実情を知ってんのが、また裏返して言うとこの市町村なんですよ。だから一番地元の実情を知ってる市町村、ね、のまず意見を聞きなさいってこと。さらにはね、これ市町村、関係市町村の意見だけだとどうしてもね、どうしても
見てください。都道府県、市町村ってことでどうしても行政に偏りがち。だからこれです。都道府県都市計画審議会。これは学識経験者からなる第三者機関です。簡単に言うと学者先生の集まりと覚えておいてください。ね、だから都道府県と市町村だけではどうしても行政に傾いてしまう。一方的になってしまう恐れがある。だから学者先生の冷静な意見を踏まえるっていうことで、この、ね、都道府県都市計画審議会の意見を聞く、これも入ってきます、ね、こういう要領で覚えててください。いいですね。地元の意見を聞く、あと学者先生の冷静な意見を聞くってことで、さらには国交大臣に協議をし同意まで得なきゃいけないよってこと。これが、ね、原則、都道府県が都市計画区域を指定しようとする場合で、それに対して丸2、国交大臣が指定権者の場合、この場合には、ね、あらかじめ関係都府県、やっぱりここも北海道入りません、いいですね、関係都府県の意見を聞かなければいけない。逆に言うと、もうね、これ指定権者国交大臣ですから、国土交通大臣ですから、意見を聞くだけで足りるってこと、ね、よしでしょうか。市町村とか審議会とか出てきません、いりません。それだけやっぱりね、まあ、信用度が違う、そんなイメージですね。もうお国ですよ、国ですから、国交大臣国ですから、ね、関係都府県の意見を聞くだけで足りるよ、ね、覚えておいてください。で、覚え方言います、覚え方言います、ね、ちょっとね、右のページ見てください。右の3ページですね。よいしょ、こちら見ていただくと、おっ、ちょっとボケちゃってますね。よいしょ、ちょっとピント合わせて、よいしょ、いいですかね。いいですね、この図が上がってます、ね、これ上の方またちょっと後でご覧いただくんでね、とりあえずここの図だけとりあえずこう、ね、まあ、ご覧ください。で、都市計画区域、ね、で一つの都道府県に都市計画区域を指定する場合が、さっき左のページで見ましたね、指定権者が都道府県で、複数の都府県にまたがって指定する場合が国土交通大臣で、指定の手続きです。今ね、左のページ文章でご覧いただきましたけど、これを図でまとめたのがこの図なんですよ。で、上から下にこうやって見ていってください。で、一番左側が原則ですね。都道府県が、ね、都市計画区域を指定する場合、この場合左で今見ましたね、文章で関係市町村および都市計画審議会の、都道府県都市計画審議会の意見を聞く、さらには国土交通大臣協議しその同意を得る、で最終的にね、これ指定したよと、これ広告をする、こういう流れになっていくんですけども、これ覚え方これなんですよ。ちょっと大きくしますよ。これです。この側中のコメント見てください。下には意見を聞く、上には同意をもらう、これを使って覚えてみてください。どういうことかというと、ね、この上とか下っていうのは、これ何を基準に決めるかというと、指定権者です。指定権者、原則は都道府県で、この原則都道府県、これを基準にすると、大変申し訳ない言い方ですけど、関係市町村と都道府県都市計画審議会は都道府県よりも下だから、下には意見を聞くでいい。で、逆に国交大臣は都道府県を基準にすると上です。お国ですからね。だから上に対しては同意をもらう、これを使うんですよ。これをフィルターにして、いわば規範にして覚えてみてください。で、これって別にね、ここに、あ、ね、ここに限ったことじゃなくて、例えばこれ職場でもそうですよね。自分の部下、下は部下でしょ、職場であれば部下、部下に同意をもらうかってこと。同意もらうのは上司でしょ、部下には意見を聞くで足りるはずですよ。そんなイメージです。いいですね。で、上司、上には同意、これを使うと覚えられます。ここよしですね。こんな感じ、いかがでしょう。で、あと右のね、複数の都府県の場合、ね、同じ要領です。こちら。で、あともう一回ちょっと左のページに戻りますよ。こちらね、これです。で、これでね、今の右の図なんか使ってみて、これでね、覚えちゃってみてください。で、続けて今度、よいしょ、この縦に2番、基礎調査ですね。ここもしっかりと押さえておきます。で、ちょっと一回読みますよ。都道府県は都市計画区域について、おおむね5年ごとに必ず、これさっき言ったように、一応これ言葉入れて、ね、読むようにしてみてください。これ誤植じゃないです、意味が必ずってことなんですよ。で、おおむね5年ごとに必ず都市計画に関する基礎調査として、一定の事項に関する現況および将来の見通しについて調査を行うものとされるってことで、
これ皆さん意味わかります？この都市計画法6条1項、これどういうこと？これは上で指定権者と指定手続きをやったでしょ。で、都市計画区域に指定したらその後ほったらかしていいよってことじゃないってことなんですよ。要するに見直しをしろってこと。で、それがおおむね5年ごとだよってことなんですよ。で、その代わりおおむねでいい、必ずぴったり5年である必要ないってことなんですよ。これがおおむねってことでしょ。おおむね5年ごと。その代わりそれは必ずやれってことなんですよ。それがこの6条1項の意味なんですよ。だからここ必ずを入れると意味が通るし覚えやすいでしょ。一回都市計画区域に指定したらそれで終わりじゃなくて、おおむね5年ごとに必ず見直しをしろってこと。これがこの趣旨です、ね、これで押さえておいてください。いいですね。で、あと今度左の速集に行きます。よいしょ。ですね。こんな感じで。まず上の言葉の意味ですね。言葉の意味。で、これちょっと、ね、一度ね、マークしておいてくださいね。で、都市計画区域とはってことで、ここ都市計画区域の、ね、この言葉の意味をちょっと難しくね、まあ、一応これ正確なんですよ、正確だけどちょっと難しく説明してます。ただ、さっき前のページでご覧いただいたようにね、ちょっと1ページもう一回お戻りください。さっきご覧いただいたように、この都市計画区域についてはね、一応まちづくりのための場所、ね、このイメージでしっかり押さえておけばとりあえず OK です。とりあえず OK です。都市計画区域ときたらね、計画的なまちづくりを行っていくための場所ね、これでとりあえず OK なんだけど、ただ一応ね、ちょっと正確な意味としてはここに載ってるよっていうことで、で一回見ておきます。都市計画区域とは一体の都市として総合的に整備開発保全する必要がある区域として指定された場所を言うよってことで、ね、この中でね、特にこの整備開発保全、これはちょっと頭入れといてください。この後他のところでもちょこちょこ出てきますから、ね、で整備っていうのは名前の通りで、ね、これ町を整える、ね、整備する。開発っていうのは新しく作る。で、保全っていうのはここに書き込みましたけど、これ緑を守るってことなんですよ。緑を守る。で、なんで緑を守る、これが入ってるのかというと、緑を守るのもやっぱり計画的な町づくりだからです。いいですね。これで覚えておいてください、ね、緑を守る、やっぱり計画的な町づくり、ね、緑を残すところは残すんですよね、むやみやたらと開発をやればいいってもんじゃないってこと。いいですね。そういうこと。で、あと今度下のポイントですね。よいしょ、ちょっとこれぐらいにしようかな。県境や市境などの行政区画とは関係なく、この都市計画区域ですね、指定できるよ。これをね、説明してるのがこの左の図なんですよ。で、上が A 市、下が B 町で、ここが都市計画区域と思ってください、ね、こういう A 市 B 町、こういうの行政区画って言いますけど、これと関係なく、ね、指定できるよってことで、もともとこの都市計画区域っていうのはね、これ町の広がりに応じて指定されるものなんですね。ですから必ずしも行政区画にこれ拘束されるもんじゃないと、そういうことです、ね、一応こんなイメージでこの知識を押さえておいてください。で、あと速中の下のポイント、ね、これさっきお話しましたね、この調査は必要に応じて行うもんじゃないよってことで、ね、必ずです、必ず、ね、で必ずしも5年ごとで行う必要ないよ、ここは概ねでいいよ、そういうことです、ね、さっきお話ししましたね。もう一回ここで頭、ね、整理しておいてください。こんな感じですいかがでしょう。この後もうとにかくもう淡々とこんな調子で進んでいきます。大事なところをしっかり皆さんにお示しをして、適宜ね、理由だとか趣旨だとかご説明しながら、皆さんにね、大事な、まずは本当に一番大事な知識をね、しっかりとお伝えしていきます。で、これがね、全14回終わった後、さっきも言いましたけどね、改めて足別に取り組んでみてください、ね、この担当合格講座の中では出てこない、ちょっと細かい知識もね、ちょこちょこ出てきますけど、そういうのをね、時間見ながらね、しっかりと本試験までに押さえていくと、これがこれからの勉強の流れになってきますんで、いいですね。じゃあちょっとここで一旦休憩入ります。10分間お休みください。はい、それではですね、後半の第3ユニットに入ってまいりましょう。で、改めてですね、こちらテキスト2ページご覧ください。よいしょ。今ですね、この帯番号 1-1 都市計画区域について見てまいりました。で、ちょこっとね、補充しておきますと、この速中のこの数字ですね、これは
平成12年の1問目で聞かれたよ、ね、これは平成25年の6問目でこの知識が聞かれたよ、ここですね、この右の本文中のこの言葉の意味のすぐ下ですね、これは平成14年の3問目で聞かれたよということで、ね、そういうふうにこれ出題年度ですね、その知識がいつ何問目で聞かれてんのか、これを表示してありますんで、ね、こんな形だから当然この数字ですね、これが多いところっていうのはそれだけ本試験で繰り返し聞かれているってことですから重要度が高いということになります、ね、よろしいでしょうか。であとそうですね、あとさっきの、このカッコ2の指定に必要な手続きの丸2、ね、例外的に国交大臣、これ原則は都道府県だよ、ね、だから東京に指定するんであれば東京都だよ、神奈川県に、ね、指定するんだったら神奈川県が指定権者だよ、これ原則だよ、で例外的に、ね、2以上の都府県にまたがる場合国交大臣だよってやりましたけども、これここね5条4項のすぐ後ろにこれねちょっとローマ数字ちょっとちっちゃくてごめんなさい、これねこれが振ってあります。でこれは脚注です、脚注この下本文のすぐ下ね、これ脚注って読んでいきます。脚注、ね、この左横は側注って言いましたね、だから側注見てねったら左側ご覧ください。でこれは脚注に載ってるよって言ったらこのね本文のすぐ下ね、このローマ数字とこう照合しながらね、この脚注をご覧になるようにしてみてください。ちなみにここはちょっと細かいですね、このローマ数字の1番ですけどもね、国交大臣が指定する場合には関係都府県の意見を聞かなきゃいけないよ、ね、でもしこの関係都府県が意見を述べる、ね、もちろん述べなくてもいいんですよ、述べなくてもいいけど述べるときはね、やっぱりこの地元の意見、関係市町村、あと学者先生の意見、これを聞かなきゃいけないよということで、まあ、ちょっとね聞かれてるのがちょっと古いんでね、まあ、ここは一回頭通しておけばいいでしょう、ね、この形でこれね、これ脚注もありますんでね、よろしいでしょうか、ね、こんな形でこれからどんどんね進めていきますんでね、 あとそれから、さっきのこの側注のポイントですね、この基礎調査に関連する、ね、ものなんですけど、必要に応じて行うもんじゃないよ、ね、これ要するに5年ごとこれ必ずやらなきゃいけない、で必ずしも5年ごとに行う必要ないよ、おおむねで足りるよ、であと一番下ですね、これちょっと触れておきますね、あと都道府県の区域について行うのではないよところですけど、これは要するに都市計画区域についてこれね行うんだよってことなんで、いいですね、都道府県と関係ないよってことですね、こっちです、都市計画区域について指定した都市計画区域について見直しを行うっていうのが趣旨ですからね、都市計画区域について行うんだよ、それがこの意味です、都道府県の区域について行うんじゃないよ、ね、都市計画区域についてだよ、そういうことです。じゃあ次今度どんどんいきますよ、今度帯番号 1-2 準都市計画区域、これですね、で一応ここねしっかりとこの箇所ですねマークはしておいてください、ね、でこの準都市計画区域、さっき上で見ていただいたよいしょ都市計画区域の頭に準がつく、準がつく、ね、準がつくとこれなんかねなんか似たようなものかなっていうイメージあるかもしれませんけど全然違います、全然別個です。いきますよ、都市計画区域外、これしっかり覚えてください、ここを聞いてきます本試験は、この側注のここに結構聞いてるでしょここね、この外をよく聞いてきますから、都市計画区域外の区域のうちそのまま土地利用を制御しまたは環境を保全するための措置を講ずることなく放置、これもキーワードです、これ押さえておいてくださいね、放置すれば将来における一体の都市としての整備開発保全、また出ましたね、さっき左のねこれ大事なキーワードです、これね、こちらこれに支障が生じるね、これです、これもキーワードがあると認められる一定の区域を準都市計画区域として指定することができるよ、こういう規定があります、ね、でこの準都市計画区域についてはねちょっと側注ご覧ください、これぐらいで見えるかな、この側注コメント欄ね、準都市計画区域の例としては高速道路のインターチェンジ周辺が挙げられますということで、これ宅建やった方またご記憶にあるかもしれません、ね、これ初めて勉強するって方もねここしっかりと押さえておいてください、イメージとしては高速道路のインターチェンジです、で高速道路のインターチェンジの周辺にこの準都市計画区域が主に指定されるんですよ、でちょっと図書きますよ、
としてあんまり絵心がないんで山です。山で通常高速道路のインターチェンジって大抵こういうこれトンネルね、こういうところにありますよね。トンネルがあって道路この脇ですね、この高速のねインターチェンジ、だいたい山のふもとこういうトンネルのねこのふもとこういうところにあるね、ちょっとそんなイメージで見てください、ね、でこの準都市計画区域はこの高速道路のインターチェンジ周辺にこういうとこね山のふもとに通常指定されます。でこの山こういうところは人があまり住んでません。したがってちょっと上戻りますよ、通常さっきやった都市計画区域っていうのは指定されません。やっぱり都市計画区域っていうのは先ほど来勉強している通りね、計画的な街づくりをやっていく、これからどん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 手が入っていくわけですよ、ビルを建てていく、そんな場所です。ただ当然人口も多いね、これからまた多くなっていく、そういう場所です。ところがこういう山のふもと人があまり住んでない、だから通常都市計画区域には指定されません。いいですね。で都市計画区域に逆に指定されると、これイメージちょっと持っておいてくださいね、これ書き込む方はテキストに書き込んでおいてください。都市計画区域に指定されると先ほどから勉強している通りね、そこは計画的に街づくりをやっていく場所ってことだから手が入るんですよ。手が入るっていうのはね、これからビルが建っていく、それと同時に厳しい法律の規制もかかってきます。なぜ？だってやっぱり乱開発の危険があるからですよ、ね、街づくりをやるってなると当然乱開発っていうのがやっぱり表裏一体だから、これから街づくりをやっていくところには必ずっていうぐらい法律は規制をかけるんですよ。でまさにその一番ね典型的な場所が都市計画区域です。これから街づくりやってきますからね、乱開発の危険がある、だから厳しい法律の規制がかかる。いいですね。これしっかりとイメージをお持ちになっててください、ね、そうするといきますよ。この山のふもとっていうのは先ほど来申し上げている通り、ね、都市計画区域には通常指定されません。ここはもう基本的に自然残しますから、まちづくりやってきませんから。ってことは言い換えると厳しい法規制はかからないとなるとどうなります？都市計画区域に指定されない、厳しい法規制はかからないとなると、この山のふもと好き勝手な建物を建っていくんですよ。ラブホテルだとか、ね、あのカラオケ屋だとか結構多いでしょ、そういうこと、ね、それを、ね、認めてしまうと将来ねこの一帯人口が増えて、将来この一帯を都市計画区域に指定しようとした時にはもうすでに手遅れになっちゃう。だからそうならないようにするための制度がこの準都市計画区域っていう制度です。だから改めてさっき読んだこのキーワード眺めてみてください。まず場所がこの準都市計画区域に指定される場所が都市計画区域外です。いいですね。もし都市計画区域なんであればもともと厳しい法規制がかかるから改めてこんな準都市計画区域を指定する必要はないからです。だから準都市計画区域を指定する場所っていうのはそもそも都市計画区域外だってこと、これでしっかり覚えてください。いいですね。であとさらに放置、ね、放置すれば将来支障、今私がお話した通りですよ。だからね、準都市計画区域この一帯ですよ、この山のふもとインターチェンジの周辺を準都市計画区域に指定して緩やかな法規制をかけるんですよ。いいですね。そのための制度が準都市計画区域です。いいですね。したがってちょっと書き込む方は書き込んでおいてください。都市計画区域は厳しい法規制、準都市計画区域は緩やかな法規制です。このイメージで2つ、ね、セットで頭入れといてください。いいですね。で次今度右のページいきましょう。こちら、3ページね、3ページよいしょ。でさっきちょっと図をねご覧いただきましたけど、よいしょ、上ちょっとこれもねマークしちゃってくださいね。ちょっとページよいしょ、こんな感じでいいですね。あと下がこんな感じで、これさっきねご覧いただきましたね、これね、こちらで、で改めてこちら見ていきますけども、まず指定権者、この指定権者誰が準都市計画区域に指定するのか、ね、
これはさっき左で勉強した都市計画区域の場合と同じですね。都道府県、都道府県です。ただここは国交大臣出てきませんから、これは気をつけておいてください。いいですね。こちらはで、あと指定に必要な手続き、ね、こちらやっぱりさっきの左の、ね、あの都市計画区域 の、 あの都道府県、ね、が指定県税の場合と同じく関係市町村および都道府県都市計画審議官の意見を聞かなきゃいけないよということ。こちらで3番目、基礎調査。これもさっき左でやった都市計画区域と比較してみてください。ここは必要があると認める時で足りるんですよ。一回指定した、ね、その後見直しをする。必要があると認める時で足りる、ね、さっきの左の都市計画区域の、ね、場合と明らかに違うでしょう。都市計画区域の場合はおおむね5年ごとに必ず見直しをしなきゃいけなかった。なぜ？ここは先ほど何回も申し上げている通り厳しい法規制をかけるからですよ。それに対して準都市計画区域は緩やかな法規制ということでやっぱり規制が弱いんですよ。必要があるときで足りるよ、そういうこと。いいですね。でこれも下の図でちょっと一回整理をしておきます。よいしょ。一番右側ご覧ください。準都市計画区域です。でここは今ね申し上げた通りこれ指定県じゃ都道府県だけです。こ、ね、左の都市計画区域の場合と違って国交大臣出てきませんから、ね、でこの指定手続き、これはここと同じ、ね、これで頭入れておいてください。入りましたね。いいですね。であと国交大臣出てこないよ。なんで？やっぱり緩やかな法規制だからです、ね、都市計画区域のような厳しい法規制じゃないから国交大臣まではいらないよ。だからここ、ね、国交大臣出てきません。いいですね。こんな要領です頭入りましたね。いいですね。これで頭入れておいてください。いいですね。じゃあ次、今度ページが変わりましてどんどんいきますよ。今度4ページですね。今度4ページいきましょう。こちら、よいしょ。で帯番号変わります。で特にねこの帯番号左の数字が変わった場合は内容がガラッと変わると思ってください。左が変わる場合、数字ね。これで今度1の1が2の1になりますからガラリと変わります。今度は都市計画プランです。プラン、これ今回ですね一番最初1ページでやりましたね。都市計画法、これ都市計画のトップページです。1ページ今度丸2に入っていきます、ね、今丸1をやりましたね。まず場所を見た、都市計画区域、さらには準都市計画区域という場所を見た、ね、場所を決めたら次はどんな街づくりにしていくのか、そのプランを決めるってこといいですね。そんな視点で見ていてくださいね。でちょっと改めてね、ちょっとこちらここまでですね、ごめんなさい、ここまでだ。この側中のプラスアルファ、この11番の地区計画等まで、ここまでちょっとね印つけちゃってください。でここちょっとね線引っ張ってていいです。土地、あとものづくりって感じで、あと下こんな感じでいいです。まっさらいいですね。いきますよ。でねよいしょ、ちょっと本文だけで都市計画の内容ね、計画的な街づくりのためのプラン、これが都市計画でした。で改めてここでまたちょっとね難しいちょっとあの定義ですね。都市計画って何なの、ね、何回も言いますけど先ほど申し上げている通りね、あの試験対策ではとにかくねもうプラン、都市計画ときたら街づくりのねプラン、そんなイメージ で一応ここではねこの4条1項が都市計画について一応定義を規定してますので一回見ておきます。で都市計画とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、さらには都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、都市計画法第2章の規定に従い定められたものを言うよってことで、ここは無理に覚えなくていいです、ね、ただ一応これね土地利用は土地で、あと右都市施設の整備及び市街地開発事業、これはこの後詳しくやります。この右はものづくりだ、ね、したがって都市計画っていうプランは土地とものづくりに二分されるんだなってことだけ頭入れとけば OK です。それ以上ここで覚える必要ないです。いいですね。でこの視点はね、これ非常に大事な視点です。とにかくもう一回ちょっとトップページいきますよ。トップページね、都市計画法の1ページ、何回も言いますけどとにかく都市計画法ときたら土地とものづくり、土地とものづくり、この2つに分解できるんですよ。都市計画法は土地かものづくりか、土地なのかそれともその土地の上の、ね、道路建物とかのものづくりなのか、
そういうふうに二分できますから、この2つの視点で見ていくと都市計画を頭入りやすいですから、だからこれもね、この4ページもそう、土地とものづくり、これに二分できるんだよってことだけ押さえておいてください、ね、であとこの下にちょっと気になる図があります。これはこの後ね、後ろの方でこの区域区分だとか、ね、用途地域だとか、あるいは保持的地域地区だとか、これ勉強してからもう一回ここに、ね、立ち返るようにいたしますんで、ちょっとこれ置いといてください。これ面白いでしょ、図形、ね、この図は後でやりますから。でちょっと側中いきます。でよいしょ、プラスアルファですね。このプラスアルファちょっとこれね、ちょっとレベルがちょっと高い、ね、そんなイメージでこのプラスアルファっていうのはちょっとね、これからも見ていってください。ちょっと細かくなります。で都市計画区域には都市計画として以下の11種類を定めることができる、できるです、ね、でいろんな、ね、この都市計画の種類、これ全部都市計画の種類なんですよ。これねプランです、まちづくりのプラン、都市計画、この種類がずらずらーっと上がってます。でそれぞれこれチョイスできるんですよ。その町はどういうふうな町にしていくのか、ね、行政がチョイスします、ね、こういう都市計画のこの、だからいわばこれレストランのメニューと思ってください。レストランのメニュー、ね、だからここができるなんですよ。できる、ね、どんな町づくりにしていくのか、こうやって、ね、レストランのメニューみたいな感じでチョイスできます。だからできるってこと。ただね、一点気をつけてほしいのが、この10種類上がってる中の一番最初、これマスタープランって言います。ちょっと一回見ていきますよ。都市計画区域の整備開発及び保全の方針、ね、この後すぐ右のページありますけど、方針ときたらマスタープラン、要するにこれは町づくりの大まかな方向性のことなんですよ。これからどんな町づくりをしていくのか、大枠です。大枠、これを、ね、都市計画区域の整備開発及び保全の方針って言います。別名マスタープランって言い方します。町づくりの大まかな方向性で、これは町づくりを、ね、これから行っていくにあたって必ず必要でしょ。だからこれだけは、ね、必ず定めなきゃいけません、ね、上見るとできるになっているけど、この丸一だけは例外で、ね、丸一のマスタープランだけは例外で、これは必ず定めなきゃいけません。これはちょっと気をつけて1個押さえておいてください。丸二以下はできるです、ね、定めることができる、だから定めなくてもいいよってこと。丸一のマスタープラン必ず定めなきゃいけないってことです。で丸2以下ですね、特に試験で気をつけてほしいところ、ゴシックにして、でさらにこのピンクのマーカーでね、こうやって印つけてますけど、これこの後テキストの本文中で見てまいります。全部重要です。試験で聞いてきますから、これいいですね。このマーカーで印つけとこうね。こんな感じ。じゃあ、今度右の5ページご覧ください。こちらでちょっと先にね、印だけつけちゃってください。よいしょ、一応ここまでしとこうかな。とりあえずここまでね、ちょっと先に印だけつけちゃってください。結構あります、ここ、こんな感じでですね。であと下いきますよ、ね、こんな感じでちょっと印、脚柱もね、こう即下もここまでちょっとね、印はつけちゃってください。じゃあいきますよ。でよいしょ、オピ番号 2-2 都市計画の方針、方針ときたら今左でお話したようにマスタープランです。マスタープラン、ね、で種類があります。丸1丸2、あと都市再開発方針等というのもあります、ね、試験対策上はこの丸1ですね。丸1、これがよく顔出しますから、ね、これは都道府県レベルです。丸1は都市計画区域の整備開発及び保全の方針、丸2はこれ市町村レベルです。市町村の定める基本方針、だからとにかく方針で、さらにはこのね、都市再開発方針等のこの方針ときたらマスタープラン、いいですね。一応それ側中に載っけときましたから。で町づくりの方向性ね、まあ、町づくりの大まかな方向性ね、そういうことです。これよろしいでしょうか、ね、これだけ押さえておいてください。丸一だけでいいです、これね。で次、こっからちょっとしっかりね、押さえていきます。帯番号 2-3 区域区分非常に重要です。でこの後の勉強、さらには他の法律の勉強ね、全部影響します。顔出します、ここの制度概念が、いいですね。しっかり押さえていきます。宅建やった方はまだ覚えてるでしょ、これ
宅建でしっかりやりますよね。これね、宅建でもよく出ますね。ここね、いきますよ。で、帯番号 2-3 区域区分ってことなんだけど、まず括弧1ね、区域区分の定めってことでちょっと読みますよ。都市計画区域について無秩序な市街化を防止、要するにこれ乱開発ですよ、簡単に言うとね、乱開発を防止し、計画的な市街化ね、街づくりを図るため必要があるときは都市計画にね、これ街づくりのプランでしょ、市街化区域と市街化調整区域との区分、これを区域区分って言います、を定めることができるです。できる、ね、よくこれ過去問の引っ掛けで区域区分を定めなければならないってよく聞いてきますけど、違いますから。ここね、こんな感じ、ちょっと書き込んでおきます、ね、これバッテンってこれ違うよ、誤りだよってこと、ね、定めることはできるです。定めなければならない、よくこれね、本試験で聞いてきます。これはバッテン誤りってこと、ね、これ過去問の引っ掛けどころですね。よく聞いてきます、これしつこくですね。で、必要があるときは区域区分、ね、することができるよ。だからね、区域区分定めなきゃいけないよ、これ誤りってことですね。で、これ区域区分ね、結構ご存知の方も多いと思いますけど、これ俗に線引きって言い方もしますね。これよく実務上も線引きっていうのが一般的ですけどね、線を引きます、線引き、線を引きます。で、ちょっと下の図見てください。これね、これ左のこの楕円をちょっと見てほしいんです。ここですね、これ都市計画区域なんですよ。で、この中をご覧のように線引きしてでしょ、これ線引きして、市街化区域と市街化調整区域とに分けてでしょ、ね、これを区分、区域区分って言います。俗に実務上よく線引きって言いますね。線を引いて都市計画区域の中をこの2つに分けるんですよ、市街化区域と市街化調整区域。じゃあこの両者どんなものかというと、次の括弧2と括弧3ご覧ください。市街化区域っていうのはね、これすでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域、これです。これ一言で言うと、ちょっとメモする方はメモしておいてください。一言で言うと、ビルをどんどん建てていく場所です。ビルをどんどんこれからね建てていく場所です。これが市街化区域です。いいですね、このイメージしっかり押さえてくださいね。で、その真逆が、全く正反対が次の括弧3の市街化調整区域です。市街調整区域、これ見ていただくと、市街化を抑制すべき区域、これ真逆でしょ、市街化抑制で。これもちょっと書き込む方は書き込んでおいてください。この市街化調整区域なんですけども、一応イメージね、3つあります。特に1番目が非常に重要ね。これメモする方はメモしておいてください。この市街化調整区域ですけど、まず一つ目、基本的に建物は建てられないって書いておいてください。基本的に建物建てられない、これが市街化調整区域の特徴、一つ目で。二つ目、できるだけ自然を残す、これが二つ目、ね、で三番目、農業林業漁業をやっていく、これが三番目、ね、いいですね。それが市街化調整区域、ね、基本的に建物建てられません、できるだけ自然残します、農業林業漁業をやっていく、だから市街化を抑制するんですよ、ね、でこれ気をつけてほしいのが、これね、市街化の抑制であって禁止じゃありませんから、ね、こういうのも気をつけておいてください、ね、ここ禁止って書いてバッテンつけておくといいです、ね、抑制です、抑制に過ぎない、禁止じゃない、禁止ではないってこと、ね、この言葉ね、これ調整ってもともとこれ法律用語で抑制するって意味があるんですね、禁止じゃないです、ね、ちょっとその辺微妙ですけどね、ちょっとこれは分けて押さえておいてください。市街化を抑えます、制限します、こちらは、ね、でちょっともう一回戻りますけども、ご覧のようにね、これ括弧2の市街化区域、これビルをどんどん建ててきます。でその全く、ね、正反対が括弧3の市街化調整区域、基本的に建物建てられません。でこの2つに分ける、これが区域区分、俗に言う線引きなんですよ。でこれは必ずじゃないです、必要があるとき、必要があるとき、
こっからこっちはビルをどんどん建てる、こっから向こうはビルを建てない、できるだけ自然残す、そういう必要があるときは、ね、区域区分線引きをして両者分けるってこと。よろしいですね。ここしっかりと押さえておいてくださいね。こちら。ですからちょっと側中いきます。よいしょ。これぐらいで見えますかね。まずポイントのところね。必ず区域区分が定められるんじゃないよってところ。ね、これ今再三やりましたね。これは必ずじゃないよということ。必要があるときだよって。いいですね。結構しつこく聞いてきてますから。ね、で、あと、そうだとするとね、必ず区域区分が定められるわけじゃ、ね、ないんだとすると、区域区分が定められてない都市計画区域っていうのが出てきます。それが、ちょっともう一回図をご覧ください。これです。今度右の台見てください。これ俗に言う、これね、俗称ですね。これ法律用語じゃないんですよ。これ俗に線引き。ね、これ線引く。で、区域区分するの線引きって言ったでしょ。だから線引き、逆に言うと線引きしてない、ね、こういうのを非線引き都市計画区域って言い方をします。これは法律用語じゃないです。正式な名前じゃなくて、これ俗称ですね。ただ実務上これ非線引きってよく言いますけどね。ただこれは法律用語じゃないんで、じゃあ正式な法律用語やなんていうかというと、こちら区域区分がされていない都市計画区域を、これ改革ね、区域区分が定められていない都市計画区域って言います。これが正式な名称です。で、俗称がこの丸括弧、非線引き都市計画区域って言います、ね。で、本試験は当然ね、これ条文のこの正式な名前で聞いてくるんですよ。だから、一応皆さん頭の中では非線引きで覚えてもいいんだけど、本試験問題では非線引きっていう名前絶対出てきませんから。ね、この条文で規定されている区域区分が定められていない都市計画区域、ね、これで覚えておいてください。いいですね。本試験問題ってね、必ず条文で規定されている正式な名前で聞いてきますから、よろしいですね。で、一応この区域区分が定められている、ね、都市計画区域、俗に言う線引き都市計画区域は、イメージとしてはね、これですね、人口数千人レベルの地方都市ですね。地方都市ですね。そんなイメージでちょっと押さえておいてください、ね、実際地方のね、あの街並みとか見てみると、住宅街の隣に畑があって、そのすぐ横に工場があったりとかしますね。あんなイメージです。結構混在してます、ね、だからこっからこっちが市街化区域、こっから向こうが市街化調整区域、そういうふうに必ずしもこう明確に線引きしにくい、結構混在してます。住宅街、畑、工場、ね、そんなイメージです。だからまあイメージとしてはね、このあの区域区分の定めがね、都市計画区域、いわゆる線引き都市計画区域のイメージとしては、まあ、人口数千人レベルの地方都市、ね、こんなのちょっとイメージとして頭入れておいてください。よしですね。で、そうだとすると、いきますよ、今度整理ですよ。よいしょ。改めてこの図をご覧ください。これね、この四角の中が、ね、私たちの住んでる日本と思ってください。日本です、四角の中ね。で、これは都市計画法に基づいた場合の分類なんですよ。5つに分類できるの。都市計画法に基づくと日本はご覧のように5つです。これしっかりと頭入れといてください。いいですね。で、都市計画区域、ね、計画的な街づくりを行っていく場所ですけども、種類が2つあります。左のように、これね、区域区分の定めのある都市計画区域と、あと右の非線引き、ね、正確に言うと区域区分の定めのない都市計画区域、2つあるよってこと。都市計画区域は2つあるよですね。で、さらにはさっきやりましたね、今度右下の台4番目丸4、準都市計画区域、高速道路のインターチェンジですですね。で、さらにはこれら以外です、この 1,2,3,4 以外の残りの場所、これが5番目ってこと。で、この5番目をね、この言葉で条文は規定してますから、この言い回しは頭に入れといてください。都市計画区域および準都市計画区域以外の区域ですですね。これ A および B 以外だから C ってことなんですよ。 A および B 以外の、ね、区域だから C、 だからこの残りのこの部分を指すよってこと。これ法律特有のこれ表現なんですよ。なんとかおよびなんとか以外、だから A および B 以外ときたら C です。そんなイメージでここの言い回し押さえておいてください。結構このね、接続詞の使い方で結構ね、あれって悩んじゃう方いらっしゃいますんで、いいですね。
何とかおよび何とか以外、 A および B 以外、だから C だよ、そんなイメージです。で、具体的には山奥無人島です。山奥無人島、ほとんど人がいないようなね、あの山奥、あと無人島、無人島って実は結構日本って多いですね、島国なんで。結構ちっちゃいね、あの無人島いっぱいありますね、日本と。そのそれを指します、5番目。ここよしですね、5つ。だから都市計画法に基づくと日本は5つだよ。市街化区域、市街化調整区域、あと区域区分定めのない都市計画区域、準都市計画区域、あとね、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域で、これ簡単に言うと領区域外って言い方もします。領区域ね、都市計画区域と準都市計画区域、領区域外ね、それが5番目だよ、そういう言い方をする場合もあります。よろしいですね、これはしっかりとね、5つ分類できるよということで押さえておいてください。で、あと、ですね、この区域区分ですね、上からちょっともう一回ね確認しておきますけど、今ね帯番号 2-3 で区域区分ね、簡単に言うと線引きです。都市計画区域の中を市街化区域、これからビルをどんどん建てていくところと、基本的にね建物建てられない、自然を残す、農業林業漁業やっていく、市街化調整区域と分けるね、これを区域区分って言いましたけど、じゃあこれどこがやるの、ご覧ください。都道府県です。これもいいですね、区域区分に関する都市計画、これ都市計画の種類です。これは都道府県が決めるよってことね。これやっぱりね、ある程度広域的な判断が要求されますから、市町村ではね、市町村では役不足ということで都道府県になってます。ここね、ちょっと広域的ってイメージですね。広域的、ある程度広いとね、範囲で見なきゃいけない、ね、だから市町村で役不足、したがって都道府県が決定権者になってます。 ね、これは覚えておいてください。で、あと脚注ですね、ローマ数字のこれ2番っていうのがあって、これどこかっていうと、ごめんなさい、これもちょっとちっちゃいですね、これね、上です、ここです、6条の2の右横ね、これマスタープランです。で、これについてはこれ一回見ときます、全然内容大したことないです。都市計画区域について定められる都市計画は、当該都市計画区域の整備開発保全の方針、これマスタープランでしょ、に即したものでなければならない。これ当たり前でしょ、そのためにあんのがマスタープランですから、大まかなね方向性、まちづくりの方向性、当然これから決める都市計画ね、具体的なまちづくりのプランはそれに即したものじゃなきゃいけないよと、もう本当にごく当たり前、至極当然のことを言ってるだけです、これ。いいですね。じゃあ次、今度6ページいきましょう。よいしょ。で、帯番号 2-4 ですね。帯番号 2-4。土地利用の制限ということで、こっから用途地域ですね。これ、宅建おやりになった方、まだ絶対覚えてると思います。これね、これを見ていきます。まだまだ気が抜けません。ちょっとね、先にマークだけしちゃってください。先にちょっとここね。まず即中のコメント欄ですね、ちょっとマークはしちゃってください。あと右の本文の表ですね、よいしょ、これぐらいちょっとちっちゃいかな、これこんな感じです、ちょっとマークだけしちゃってくださいですね。じゃあちょっと一息入れます。はい、それではですね、最後の第4ユニットに入っていきましょう。で、よいしょ、用途地域いきます。非常に重要な内容ですね。こちら。いきますよ。で、まず帯番号ですね。ちょっとタイトル。土地利用の制限っていうことなんですね。土地です。土地。ものづくりじゃありませんから。いいですね。土地ですよ。ね、この都市計画法っていうのは土地とものづくりに二分できるんだった。で、これから見ていく用途地域は土地です。その土地をどういうふうに使うの？そういう話です。で、ちょっとね、側中ご覧ください。よいしょ。これから見ていく用途地域、これ12種類あるんですよ。ずらずらとこのとおりね、見てきますけど、12種類あります。ですね。で、この用途地域とは使い道なんですよ。使い道、使い道を定めた地域、その土地をどういうふうに使うの？これです。ね、で、住宅街にするの？ね、外も商業の町にするの？それとも工場地帯にするの？そんなイメージです、ね、どういう町にしていくの？これですよ。これを用途地域って言います。簡単に言うと、簡単に言うとね。で、次なんですよ。これしっかり押さえてください。用途地域が定められると、用途規制がかかって
好き勝手に建物を建てることができなくなるよ。これはしっかりとイメージ押さえておいてください。こちら用途地域が定められると用途規制がかかって好き勝手に建物を建てることができなくなるよ。でちょっとねよいしょ、この下の表を見てほしいんですけど、用途地域10種類あります。でこれ住居系、商業系、そして工業系、大別すると3つの種類に分類できるんですよ。で住居系がご覧のように大指定層から始まって準住居地域までの7つ、で次の商業系が近隣商業と商業地域の2つ、で最後の工業系が準工業から始まって最後の工業専用地域、ね、3つ、合計12種類あります、ね、で例えばね、例えばこの住居系7つあるんだけど、一番上の大指定層住居専用地域っていうのがあるんですよ。これね、大指定層、皆さんこれ名前見るとどんなイメージですかね。これ宅建やった方はねもうすぐあこれだよって分かると思うんですけど、初めて今回これご覧になった方はね、これどんなイメージあります。低層、低層住居、要するに低い建物しか建てられないんですよ。高い建物、ビルとか建てられないの。これは簡単に言うとね、この後やりますけども、これです、高級住宅街です。高級住宅街、閑静な高級住宅街、居住環境の保護が非常に強く求められる。だから厳しいいろんな法規制がかかってくるんですよ。でこの後見ていきますけど、ちょっとそのイメージお持ちになってみてください。大指定層住居専用地域で、もし皆さんのお住まいになってらっしゃるね、その場所が大指定層住居専用地域にもし指定されたらどうなるか。当然高級住宅街ですよ、ね、好き勝手にいろんな建物建てていいわけがない、ね、これを用途規制って言うんですよ。用途規制で、これねちょっと34ページ開けてみてください。34ページ参照ってことで、これね、これ実は内容自体はね、これもう建築基準法なんですよ。建築基準法に入ってきます。次の法律、こちらね、いきますよ。こちら建築基準法2番目にある勉強、ね、2番目にある法律です。でここ見ていただくと帯番号見てください。 1-1 用途地域、今やってますよね、12種類ごとの用途規制、用途規制、これです、用途規制。でこの用途規制っていうのはね、これ宅建やった方すぐ分かりになると思います。で宅建やったことないよって方もね、全然心配しなくていいです。これ面白いんですよ、見てください。これ用途地域の種類上がってるでしょ、ずらずらと34ページね。で左が縦に建物の種類がずらずらとこちら上がってます。で丸はそれぞれの用途地域に建てていいよっていうのが丸なんですよ。で逆、建てちゃダメだよっていうのが×なんですよ。これです、これです、ね、でちょっとこの34ページの表の一番下ちょっと見てほしいんですね。よいしょ。物品販売店舗飲食店で150平米以内、これは簡単に言うとコンビニを指してるんですよ。コンビニで、コンビニ見てもらうとどうですか。一番左がバッテン、バッテンは立っちゃダメなんですよ。じゃあ一番左側ってどこかっていうと、上に上がってってください。ずーっとこれです、大指定層、皆さんが住んでるところですよ。これ要するに大指定層っていうのは高級住宅街、したがってコンビニも建てられない、これがいわゆる用途規制ってことなんですよ。だから用途地域に指定されたで、用途地域が指定されると用途規制がかかって好き勝手な建物を建てられないっていうことの意味がこれなんですよ。皆さんが住んでらっしゃる場所が大指定層住居専用地域、いわゆる高級住宅街に指定される、そしたらそこは居住環境が強く求められるからコンビニすらも建てられない、これですよ。そうやって計画的な街づくりを図っていくんですよ。そのための制度がこれからすぐね勉強ありますけど、この12種類の用途地域とかなんですよ。なんとなくイメージつかみました。いいですね、これですよ。だけどなんかね、これコンビニもダメって、私の近所コンビニだらけですよ。これちょっと歩いたらコンビニ、ちょっと歩いたらコンビニってね。だから本当すごいですね、大指定層って。ちょっと憧れますけどね、まあ、そんなイメージでいいですね。でちょっと戻りますよ。そうするとよいしょ、もう一回ちょっとこっちね、6ページです。こちらいいですね。
だから用途地域が定められると用途規制、ね、コンビニダメがかかって好き勝手に建物建てるようになるよ。そうやって、ね、これ用途地域を定めて用途規制をかけて計画的な街づくりをやっていくんですよ。だから住宅街のすぐ隣に工場がポーンと建つことはないってことなんですよ。そうやって街づくりをやっていく、そのための制度がこれから見ていく用途地域です、ね、ちょっとイメージ使いましたかね。でちょっとこれからねそれぞれの用途地域イメージをちょっと改めて見ていきます。で住居経営が先ほど来申し上げている通りこの7つね、ちょっと名前見ておきますよ。第1低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、だからこの2つともに低層ですね。ただ第1種か第2種か。で次第1種中高層住居専用地域で第2種中高層住居専用地域、これもやっぱり中高層という点で共通ですね。で第1種と第2種に分かれている。で次第1種住居地域で第2種住居地域で最後準住居地域ですね。こちらでちょっと続けて名前ちょっと見ていきますよ。今度商業系が近隣商業地域で商業地域で最後工業系が準工業地域で準のつかない工業地域で一番下が工業専用地域で全部で12種類で、この順番で名前絶対覚えてください。いいですね、この順番。だから用途地域12種類あるよね、このじゃあ12種類のこれ、ね、名前挙げてくださいって言われた時にこれまず真っ先に挙げるべきは第一低層です。で一番最後に工業専用地域っていうふうに言えなきゃダメなんですよ。だからこれ用途地域行ってくださいって言われた時にね、いきなり例えばね準住居地域があってとか言っちゃダメなんですよ。まずは第一低層。なぜ？これはさっきね皆さんにご覧いただいたこの34ページです。ちょっともう一回ね見ますけど、この建築基準法のこれ用途規制の表なんですけど、これがまた本試験で出るんですよ。どの用途地域にどの建物を建てられるのか、あるいは建てられないのか、それをねこの丸バツをこれ覚えていきます。でこれまた建築基準法の時にねいろんな語呂合わせとか使ってお教えしますから全然心配しなくていいです。もうこれ面白いです、帰ってやる時ちょっと楽しみにしてください、ね、ただこれをこの丸バツを覚えるためにはやっぱりこの順番が大事なんですよ、ね、第一低層から始まって一番最後が工業専用、これが入ってないとどこにどの建物を建てれるか覚えられないでしょ。だからこの順番が大事ってこと、よろしいですね。ですからこれちょっと頑張ってね、ここは時間かけて OK ですから、ね、これ皆さんが鑑定士になられても絶対この知識必要になりますから、この順番は時間かけてもいいから覚えてください、よろしいですね。でまず住居系からいきますよ、よいしょ。で内容が右に上がってます。非常にこれね全部抽象的なんですよ、抽象的で、まずねそれぞれの用途地域のイメージをちょっと側中でお話をしていきます。ちょっと側中ご覧ください、いきますよ。で改めて一番最初ね、第一低層住居専用地域、これはさっきもねちょっとご覧いただきましたけど、一戸建ての並ぶ閑静な高級住宅街、コンビニもダメ、すごいですねこれね。で次第2種、第2種低層住居専用地域もやっぱり一戸建ての並ぶ閑静な高級住宅街ですが、ここでは第1低層住居専用地域と異なりコンビニも OK だよ、だからちょっと規制が緩やか、いいですね、そんなイメージです。で次で今度第1中高層住居専用地域、ここは名前ね、中高層マンション、ね、中高層マンションや小規模店舗が立ち並んでる住宅地で、そんなイメージで見ておいてください。あのくれぐれもこれ丸々覚える必要ないですからね、この言い回しとかそんなの必要ありませんから、イメージです、イメージだけね、どんな場所かな、ね、で次第2種中高層住居専用地域はさらにもっと規制が緩やかになって、第1種中高層住居専用地域よりはやや大きめな店舗や事務所などが存在し賑わっている住宅地ですと、ね、で次今度第1種住居地域、これは一戸建て住宅とあと上で見たね中高層マンション、こういうのが混在している場所、いいですね。で第二種住居地域はさらにもっといろんな建物 OK です。カラオケボックス、パチンコ、こういうにぎやかな店舗も OK、 そんなイメージ、ね、であと最後の住居系の最後7番目準住居地域、これはねここね幹線道路沿いで覚えておいてください。幹線道路、ね、これ比較的大きな道路、幹線道路、片側三車線とかそういう幹線道路沿いの地域でパーキングだとか大型スーパーマーケット、あるいは自動車のショールームなどと住宅とが調和して存在するようなところと、そんなイメージです、
ね、ここは最後の7番目の準住居地域はこの幹線道路っていうのはね、幹線道路沿い、ね、そんなイメージはこれちょっと頭に入れといてください。で次、今度7ページいきますよ、こっちね。でもうちょっと大きくしよう。で今度商業系に行って、まず1個目近隣商業地域ですね。これは駅前商店街、ね、これはちょっとね軽く頭入れといてください。駅前商店街だから主婦の方が気軽にサンダル履きで買い物行けるようなとこですね。そんなイメージで駅前商店街、これちょっと頭入れといてください。で商業地域、もうこれはもう繁華街、ね、例えば東京で言えば新宿歌舞伎町だとか、あるいはオフィス街ですね、繁華街あるいはオフィス街、そんなイメージです。とにかく賑やか賑やか商業地域は、ね、であと次今度工業系行って、準工業地域は環境悪化の危険な 製品を製造する工場をこれ除くです。これ気をつけてください。だから環境悪化の危険な製品を製造する工場はこう建てられないんですよ、準工業地域は、ね、これを除く、あらゆる種類の建物が混在するところだから、こういう環境悪化の危険はないということで、まあ、一応これね工場がやっぱり多いんだけど、これですね、まあ、木材工場、町の小さな木材工場、これ必ずしも環境悪化の危険までないでしょ。だからこんなイメージです、こんなイメージで。あるいは小さな印刷工場、小さな印刷工場、そんなイメージです。こう、ね、環境悪化の危険まではない、ね、で次あと工業地域はこれはもう自動車工場ですね、大きな自動車工場、そんな場所をイメージしてみてください。で最後12番目の工業専用地域、ここはもうこれです、コンビナート、ね、石油コンビナート、もう煙突から煙もくもくですよ、臨海コンビナート、ね、もうおよそちょっと人が住むにはふさわしくないな、住みたくないな、そんな場所です、ね、こんな感じで、ね、このイメージ自体は試験で出ません、だから全然心配しなくていいんですけど、ただ皆さんがそれぞれの用途地域をね名前覚えていくときにね、それぞれちょっとイメージをねちょっと軽く頭の隅っこでね、ちょっととどめておいていただきたくて、このイメージ乗っけてますんで、いいですね。でちょっと改めてあの試験に、これか今度試験でとこいきますよ、試験に取るところをちょっとね改めてお話しいたします。もう一回左の6ページを戻りください。よいしょ。で試験に出るところがね、ちょっと上の住居系からいきます。このピンクのマーカーでお示しをしたところです。でまずね住居系7つあるねと。で第2種、名前の頭に第二種がつくやつが3つあるでしょ。第二種低層、第二種中高層、第二種住居、いいですね。そうすると名前の頭に、ね、第二種がつく住居系の用途地域3つあるんだけど、第二種がつくと内容の頭に主としてが追加されるんですよ、つくの、ね、だから第一種低層を見ると低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域ということで、なんかよく分かってるの分かんないような、こんなの覚えなくていいですよ、こんなの出ません、ね、これ自体覚えなくていいから、ね、というかちょっと一回頭通しておけばいいです。で第二種になるとこの上の第一種の内容に主としてが追加されるってこと、だから主としてがつくってことは意味が薄まるとかですね、主としてこういうふうに定めるよってことだから、ね、だから第一種よりも内容がちょっと薄まるなと、緩和されるなと、そんなイメージですね。それで押さえておけばいいです、ね、で覚え方、今言ったように住居系の用途地域7種類あるうち、名前の頭に第二種がつく3つは内容の頭に主としてがつくよ、これで覚えておいてください。したがってね、どういうふうに本試験に聞いてくるかというと、例えば第一低層住居専用地域は主として低層住宅にかかるうんぬんって出てきたら、これ誤りでしょ。こういうふうな形です。名前と内容を結びつけるのを聞いてくるんですよ、要するに本試験は。だからこのキーワードを押さえておけば、主と主が来たら、あ、第一とは結びつかないね、これ第二種の方だよねって分かるでしょ。そんなもんです。いいですね、答えはこれだけ、全然難しくないでしょ。名前と内容を結びつける問題聞いてきますからね。ポイントは主としてね、内容、名前の頭に第二種がついたら内容の頭に主としてがつくよ、これで押さえておけば簡単に問題解けます。あとこの住居系の最後ね、ちょっと大きくしますよ、よいしょ。準住居地域、これは道路の沿道、これがキーワードなんで、道路の沿道ときたらこれ準住居地域と結びつけるようにしておいてください。本試験でね、例えば第二種住居地域はね、第二種住居地域は道路の沿道としての地域の云々ってできたら、これ誤りでしょ。そういうこと、やっぱり名前と内容を結びつける問題しか聞いてきませんから、
だから準住居地域ときたら道路の沿道ね、これ結びつけるようにしておいてください。でさっき左の側柱でね、準住居地域やりましたね。幹線道路、幹線片側三車線とかのね、大道路ね、大きい道路、これここのね幹線道路沿いですよってやってるでしょ。この幹線道路がこれ道路の沿道、いいですね、この道路、道路の沿道の道路、これが幹線道路だよってことでね、押さえておいてください。よろしいですね。で次、今度商業系と工業系、これちょっとセットでいきます。で商業系2つ、工業系3つ、合計5つで、やっぱりね内容の頭に主としてがつくやつが出てくるんですよ。でこの商業系工業系5つあるうち、内容の頭に主としてがつくやつが商業地域と準工業地域と工業地域、やっぱりこれね名前と内容を結びつける問題聞いてくるんで、これしっかり結びつけて頭入れといてください。で覚え方言います、覚え方言います。これね商業系と工業系、今言ったように5つあるでしょ、5つのうち内容の文字数見てください。文字の数、内容のこの名前、名前ね、名前の文字数が6文字以外は全部内容の頭に主としてがつくってこと、これが覚え方です。名前の文字数、近隣商業地域6文字ね、これは主としてがつかない。一番最後、工業専用地域、これも6文字、主としてつかない。だからね、名前の文字数6文字以外は全部この3つ、主としてがつくよ、内容の頭に主としてがつくよ、ね、ちょっとこんな覚え方ありますから、これ使ってみてください。であとは今度近隣商業地域についてはね、この近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給、特にここですね、この日用品の供給、これとやっぱりよいしょ、この場所の名前、近隣商業地域は結びつけられるようにしておいてください、ね、だから日用品の供給ときたら商業地域ってありませんよ、近隣商業地域ですから、ね、こういう引っ掛けに引っかからないように。で覚え方としてはさっきお話したようにね、ちょっと右のページご覧ください。近隣商業地域はさっきお話したようにね、駅前商店街、駅前商店街、主婦の方が気軽にサンダル履きで買い物行ける場所ね、だから日用品の供給と、これで押さえておいてください、ね、であと、ね、ちょっと商業はいいですね。あと今度工業系の1個目、準工業地域ですけど、さっき言ったようにね、内容の頭に主としてがつくっていう点、これ当然押さえておいてほしいんだけど、あともう1点、この準工業地域は環境の悪化をもたらす恐れのない、これもキーワードです、これも押さえておいてください。ここね、これが来たら、ね、工業地域ではなく、まして工業専用地域でもなく準工業地域だよ、これです。名前とやっぱり内容が結びつけられる、ね、これしか聞いてきませんから。でこれも覚え方さっきやりましたね、このちょっと右のページご覧ください。よいしょ、この準工業地域、とにかく環境悪化の危険な製品を製造する工場を除くと、除くと、だからです、だから環境悪化をもたらす恐れのないになります。これはキーワード。いいですね。もう覚えましたね。こんな感じです。ね。こんな感じでよろしいでしょうか。まあ、とにかくね、ここは名前、用途地域の名前と内容、結びつける問題しか聞いてきません。だから内容のキーワード、内容のキーワードをね、しっかり押さえて、名前と結びつけるようにしとけば OK です。で次、今度はね、7ページいきます。よいしょ、いきますよ。こちらね、ここもね大事です、ここも気が抜けません。よいしょ、ちょっとマークしちゃってください。ここね、こんな感じ、もうちょっとちっちゃくしよう、一回ね、こんな感じ、これだけです。ここまで、下もマスターですからね、ちょっとマークはしちゃってください。いきますよ。でまず、よいしょ、このカッコに用途地域、今やりましたね、12種類と市街化区域、市街化調整区域などとの関係ってことで、ね、ここいきますよ。市街化区域については少なくとも、少なくともってのは一応これ丸括弧でお示ししたんですけど、意味が必ずなんですよ。必ず。これ条文でね、少なくともってできたら必ずって言葉に置き換えてみてください。いいですね。少なくとも。
意味は必ず。用途地域を定める。定める。これは、ね、条文上定めるようになってますけど、これ意味は、これ、必ず定めなければならないです。これ。そうでしょ？ね。これ、必ずっていうことだから。ね。用途地域を市街化区域では必ず定めなければならないってこと。これ、しっかり覚えてください。よろしいですね。こちら。で、市街化区域ってこれ、ついさっきやりましたね。これ、どんな場所でした？市街化区域。ビルをどんどん建てる。したがって、段階発の危険が高い。だから、用途地域を定めて、これ、用途規制をかける必要があるってことなんですよ。用途規制かければ、先ほど来ね、何回も申し上げている通り、好き勝手に建物を建てられるようになりますから。大指定層であれば、コンビニも建てられない。やりましたね。このロジック、ここ、ね、もう一回確認してください。このロジックを使って、ここを抑えていくと、簡単に頭入りますから。だから市街化区域、これはもうビルをどんどん建てていく、段階発の危険高い。だから必ず用途地域を定めて用途規制をかける必要がある。そういうこといいですね。覚えましたね。で、次、今度2つ目、じゃあこの市街化区域の、ね、真逆である市街化調整区域、ね、ここについては原則用途地域を定めないと。これ気をつけてほしいのが、原則定めないだけであって定めることはできますからね。だからもし市街化調整区域については用途地域を定めることができないって、もし本試験出たら誤り。いいですね。原則定めないだから。だから例外的に定めることは OK です。できますから。いいですね。で、これもさっきのね、この左のこのロジックですね。これで考えてみてください。用途地域を定めれば、ね、用途地域を定めれば用途規制がかかって好き勝手に建物を建てることができなくなるねと、このロジック。これで考えてみるとどうですか？まず場所はどういうとこ？市街化調整区域は基本的に建物を建てられない。さっきやりましたね。やりましたね。3つやったでしょ。基本的に建物を建てられない、ね、できるとき自然残す、農業林業漁業をやる、ね、その1個目のイメージ、基本的に建物を建てられない。だから段階発の危険はない。したがって原則用途地域を定めて用途規制をかける必要はないってこと。これ覚えましたね。覚えましたね。ね。で、あとね、今度3番目、区域区分が定められていない都市計画区域、ね、これはさっきやった5ページ、ちょっと5ページ見てください。ここです、ね、ここ俗に言う非線引きって名前で書いてありますけど、ここを指してます。こちらで、ここと、あとちょっと丸の方、準都市計画区域、ね、図でいくとこの、ね、非線引きのすぐ下、この2つ、この2つは共通です。共通、ご覧ください。共に用途地域を定めることができる、できるです。これセットで覚えておいてください。よろしいですね。こちら、定めなくてもいい、定めることもできる、ね、2つセットで、このテキストには載ってないんですけど、最後これね、今市街化区域1つ目、市街化調整区域2つ目で、区域区分が定められていない都市計画区域3つ目で、準都市計画区域4つ目ってことで、あれ、都市計画法によると日本って5つだよねってことで、ね、このテキストちょっとごめんなさい、これね5番目が載ってないんですよ。5番目っていうのがこの図でいくとここ、都市計画区域および準都市計画区域以外、いわゆる領区域以外、ね、俗に言う山奥無人島ですけど、ここはね、これちょっと書き込む方は書き込んでおいてください。この要するに領区域以外ね、はここだけが用途地域を定めることができません。できません。よしですね。だからね、ちょっと書き込む方は書き込んでおいてください。ちょっと細かいです。ちょっと細かいけど、一応保険でね、領空区域については、ね、ここだけ用途地域を定めることができないです。できない。よしですね。こんな感じで、だから市街化区域は必ず定めなきゃいけない、市街化調整区域は原則定めることができるとかですね。こちら、あ、原則用途地域を定めないとかですね。原則用途地域を定めない、だから定めることはできるよ。あと3番目の区域区分を定めるのは都市計画区域と、あと準都市計画区域、この2つについては定めることができると。で、あと最後5番目の領区域以外が、ね、ここだけが定めることができないということで、5つ、ね、ちょっといつまで覚えとけば、押さえとけば完璧です ね。ちょっと保険で、ね、まあ、テキストに載ってませんけど、最後の5番目までお話をいたしました、ね、これよく出ます、よく出ます。ここね、しっかり押さえておいてください。特にこの上2つね、
さっきの用途地域を定めると用途規制がかかって好き勝手に建物を建てられないとロジックを使うと、ね、ここしっかり頭に入ると思いますから、市街化区域必ず定めるよ、市街化調整区域原則定めないよ、ね、原則必要ないから ね、この2つ特にしっかり押さえておいてください。でちょっと側中ご覧ください。よいしょ。そうするとこちら、ね、市街化調整区域、これ2番目の場所ね、用途地域を定めることができる、ね、できないわけじゃないよということで、ね、この辺の知識、ね、これ繰り返し聞かれてますん でこれ全部このね出題年度あと問題番号ですけど、これ全部ここの本文の知識です。こんだけ聞かれてるんですよ。よろしいですね。ここのね、しっかりと固めておいてください。で、あと次。よいしょ。で、次の2番ですね。こちら。これちょっと軽く見て、ちょっと今回1回目ね、ちょっと終わりにしたいんですけど、ちょっと軽く1回見ときます。これ2番。補助的地域地区ってことで、あれ何これ何って思うかもしれませんけども、これさっきの、6ページ、左の6ページちょっと見てください。こちらね。ちょっとこれも一応触れときますね。この、土地利用の制限のところ、ね、の上のこの図なんですけども、これ土地利用の計画として地域地区を定めることができる。それがここね、この図の左側ね。で、地域地区で基本となるのが今ご覧いただいた12個の12種類の用途地域だよ。あともう一個あるんですよ。この地域地区って言われているものの補助的地域地区です。補助的地域地区っていうのがあります。これもね。で、試験対策上は実はね。今皆さんこういうことはあれなんですけど、今皆さんにね、用途地域12種類この名前で全部覚えてね、ね、キーワードも名前と結びつけられるの覚えてねって申し上げて言った直後にちょっと恐縮なんですけど、試験にどっちのが出るかというとこっちなんですよ。実は言うとこの後これ次回やります。保持的地域地区これめっちゃ出ます。ほとんど毎年出ますこれは、ね、でもその前提はやっぱりこの用途地域なんで12種類まずこれが前提、ね、でこの2つこれともにこれ地域地区ってことでね、これ土地利用のこれプランです。土地利用のプランで、これね、この地域地区って言葉自体は覚えなくて無理に覚えなくてもいいです。ただ一応頭の中ね、言葉の整理ってことでもしねこれ覚えるって方はちょっとねこういうふうに覚えてみてください。用途地域のお尻の地域、あと保持的地域地区の地区ね、2つ合わせて地域地区ということです。ともに土地利用のプランになります。いいですね。でそんな、ね、イメージで次の右の7ページですね。こちらちょっと一回見ておきますよ。地域にこれね、これこうさらにって言葉足すともっとぴったりくるかな。地域にさらに密着した個性的な街づくりをするため、用途地域だけじゃなくてこの用途地域を補う保持的地域地区っていうのがあるんだよってことなんですよ。もっと細かいです。イメージからいくとね、用途地域順種類あるでしょ。これよりももっと細かいんですよ。もっと細かいそれぞれの場所にふさわしいプランです。まちづくりのプラン、これを補助的地域地区ってイメージで見といてください。だから補助します。何を？用途地域です。だからこれね、補助的って言葉がつくんですね。細かいです。もっと細かくそれぞれの場所ごとにこれね、その場所にふさわしいまちづくり、個性的なまちづくりをしていく、そのプランが補助的地域地区です。これよく出ますんでね。ただもうちょっと時間の関係でね、もうちょっと今回もこれで終わりなんで、一応ね次回回しますけど、一応ここまでですね。一応7ページまで今回やったということになります。いかがでしたでしょうか。ね、まあ、今回1回目ということでね、まあ、最初の方にね、勉強のやり方からちょっとガイダンス的なね、お話までさせていただきましたけども、いかがでしょう。こんな感じでね、この後どんどん、当然ピッチ上げますからね、このペースでいくとなかなか14回で終わりませんのでね、徐々にまあピッチ上げてきますけども、要領は同じです。ね、皆さんにこういった資料をお見せしながらね、大事なポイントをね、まあ、できるだけね、分かりやすくお話をして皆さんにね、押さえていっていただきますんで、ね、ぜひね、この後まだ13回ありますけどね、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。じゃあこれで1回目終わります。お疲れ様でした。